ですね東北芸術工科大学の7階一番最上階のザトップから配信をしていますで同じく共同でキュレーターをしています宮本明さんです、はい、宮本ですえ私は今回三瀬さんと一緒に共同のキュレーターをしておりますこういったあの展覧会を作るような仕事のほかに文化財の保存修復というようなことで彫刻とか仏像とかの修復それから地域の文化財の保存そういったこともしております えー、今日のトークですけれども、えー、チャット機能を、あのー、開けておりますので、何かこうご意見とかあ感想とかありましたら、どんどん書き込んでいただければと思います。あの最上伝説、初めて聞いたとか、えー、よく知っているとか、こういうふうに私はこう知って聞いているぞとか、そういうのあったら、ぜひ書いていただければいいかなと思います。はいいそしして今日もですね素晴らしいゲストが 今回のビエンナの出品者でもあります、え、小花健一さんと石倉俊明さんに来ていただきました。どうぞ。よろしくお願いします。えっと、お二方はですね、僕、あの、二人でタグを組んでというか。ユニットとして、美術家であり、神話画家であり、歌手であり。がタグを組んで、始めて、見た目で。前橋の展覧会を見て。これはぜひ山形今。今でも、と思う声が今日したんですが。はい。はい。ありがとうございます。 ちょうど去年、と去年のう手なんかなですね。そして今日は今えこのこの仮面仮面くんこれこれもね今日はちょっと実は今日から五人でオフィスという感じかなとこれあれです小花さんの作ったそうです。まあ彫刻と呼んでいいのかなんまあこれからこの仮面男がどんな冒険するのかをまあ作品にしたいなとは思ってるんですよ。はい。 今日はえっ、ー、は、もういただいているデータが、ね、とんでもなく面白く、そして2時間に収まる、えー、気がしません、ね。<laughs> それを先にお伝えしておきますので、<laughs> ぜひお酒でも片手に聞いていただけたらと思います。まずはじゃあ、今回の観客の入れない展覧会で、どういった展示がこのお二方の方が行われたかというところから少し始めていきたいと思います画像をじゃあお願いします。 これがですね今僕たちの目の前から広がっている壁にちょうど見えてますけれども向かって右側が同じ出品作家の加納弘明さんそして向かって左側がと青山ゆめさんという大学院生のムカサレイその真ん中にあるこの作品がお二方で作ってもらった作品ということです、はい、じゃあちょっとお話できますか、ねあはいえー、と今回の作品はえっ、ー、とモガウミヘテログラフィーといいましてえっ、ー、と まあこの彫刻とドローイングによってて構成されている作品ですただまあこれは当然完成形ではなくてまあ作品のいろんな構成するものの一部なんですね、うん。なのでまあ正直本来伝えたかったものとか完成したものとは違うんですがその部分をまあ今お見せできるものをお見せしたいと思ってこのように配置しています、うん。はい あのこのトーク配信でもねずっと言ってるんですけどえこの現代山形港というのはその山形県の文書館展示施設で展示する予定であったことがまあこの中においてえ展示がかなわなかっただけれどもえ僕たちはその前から文書館で展示するあるいは「茂賀海伝説」ということをえ展示テーマとするってことでもう動き出していてでえいわゆるこの2020をえまあ観客の入れない展示をどうやって伝えるか。 で今回のこのこオンライン配信もその1つなんですがその上で2022年に続けていくというステップにもなっているということで実際、ですよ、ね、あの普段だったらこの彫刻作品色を塗っているうですね、うん、いつもはまああの結構細かく色を塗って、まあ、服の模様まで描くような形にしているんですけれども、まあ、今回は正直、今の段階ではどんな形にするのかいいのか、まあ、結論ができなかったというか。うん まあこれは2022年まで持ち越した方がいいんじゃないかなということで無彩色の状況でえとここに持ってきてきいます。小原、うん、さん、大学では彫刻を勉強したわけじゃないんでですすよね。そうですね。そう素材とか彫り方とかどういう形で作られていですか、うん いやもうあの僕があの彫刻を学んだのは YouTube で <laughs>。YouTube で彫刻を学ぶ。はい。YouTube とあと私立図書館に行って学びまして、えー、でまあまあこの後自分の作品の説明の時にも言うんですけれど、うん、まあいろんなきっかけでえっ、ー、とふと彫刻を始めた。 ことからだったんですなのでまずホームセンターに行って、うん、行ってその場にある木を選んで彫刻を始めたっていうので<ー>まあ、いわゆる彫刻家の彫刻とは違うしきっとそういう方が見たら許せないところはいっぱいあるんだろうなって思いながら作ってますね<笑><笑>なるほど、はい、ありがとうございますじゃあですねあの今回でもちょっと石倉さんとユニットで 2>,、うん、2人でこういろんな地域リサーチと,とこも少しちょっとお話聞いていからと思いますのが、うん、石倉さん バナさんとの関係っていうのはどういった形で本作になっていってるんですかね？はい、あの小花さんはあのいろんな形であの作品化できる人、うん、表現のあのスキルを持ってる人だと思うんですけど、うん、僕にとってはあの？ 歩ける人というか、何かねその土地の歴史とか記憶みたいなものにアクセスする視力がある作家さんだなと思っていたんです。うん、で、普段は実は同じ大学の同僚というか、うん、同じセクションにいるんですけども、うん、アーツルーツというセクションで一種の教育のチームの中にいて一緒に仕事をしてるんですけどもまあなんかそういう大学の仕事とかってなかなか自由に。あの クリエーションがでできななかかったりすするじゃい学生はもちろんしてるんだけどうん、うん、教員は教育っていうところを縛られたりするんで実は去年あの前橋にあるアーツ前橋という美術館で展覧会のお話をいただいた時にうん、うん、なんか小花さんと一緒にやってみたいなって気になったんですねその時に実験的に一緒に赤城山に登ったりうん、うん、一緒に前橋の市内を歩いたりそういうフィールドワークを一緒にしてみてうん、うん、そこから作品を立ち上げる過程を何か見つ やったんですねつまり無意識を共有するみたいなことをやったんです、うん、だから何だろう2人の無意識っていうよりは、えー、その土地の無意識にこの我々人類学者とアーティストがどうやって入っていって、うん、そこから表現を作り出していくのかっていう過程を一緒にできる相手として尾花さんと仕事をさせてもらったんですねでそれが僕にとってはとってもあの楽しかったというか非常にあの自分も非常にいろいろ変わっていく体験をしたし尾花さんもこういう もののがあったのかったかていうですね、うん、え僕としてもびっくりするような展開があったので、うん、今回、山形でやるにあたって小花、うん、さんしかいないなっていうふうに思って、うん、2>, 2人であの今回もフィールドワークを重ねてきたということです<ー>だから僕作れないので <laughs> あ<ー> <laughs> え僕は何かこのものを作るというよりは一緒に歩いて一緒に対話をして、うん、コンセプトもそうなんですけど、うん、え思想の面でというか目に見えない面で何か共有している、うん。で今回目に見える面としては僕は僕 最上凱伝という伝説のような物語を作ったんですけれどもこれはオンライン展示のみの、えー、展示となってまお、えー、小花さんとはその物語を共有してで実はそれも、えー、小ばさんがその物語を読んで作ったりそのおばさんの作品を見て僕がそれを物語を書き直したりという,ようなそういういい対話もしています,そうですよ、ね、新しい神話としてのものはテキストとして作られています、ねはい、そうですね。 小原さんは実際、じゃあ横にある意味石倉さんが常に伴走している状況っていうのは普段一人で作っているとか普段一人で歩いているときとは違うような感覚ってあるんですかそうですねあの、まあ、今回のこのトークイベントを前になんか2人の関係性ってどうなのかなと考えたときに <laughs> 長瀬に連れ添った老夫婦、私たちどう,どうなのかなって。をてまあ、やっぱ石倉さんはあの 文章とか文字とかで世界を作る人で僕はそれを形にする人なんですけれど、まあ、原作とまあ作画じゃないなっていうそうブロンソンみたいなそうそうブロンソンじゃなくてマンガ道を読んをまた読み返したりして。 ションという意味で別々の作業をしてるんではなくて、やっぱり2人で本当に協働しているなって思うし、僕自身は一番誰を驚かせたいかしたら石倉さんを驚かせたいっていうのがあるんですよ。やっぱいろいろと資料とか文献とかまあいろんなリサーチの種をくれるんですけど、まあそれに応えつつ、まあ石倉さんが予想しないものを僕は作りたいっていうのを常日頃考えているので、はい。それは。 嬉しいです、ね、ありがたいですねなんかこの「愛を語るかの <laughs> 気持ち悪くなってきて <laughs> じゃあ僕たちも <laughs> <laughs> こ,このユニットも私 <laughs> も結構熱いわよみたいなことになってきてるのででもやっぱりこの何て言うかな逆に言うとその緊張関係もあるじゃないですか、うん、ですつまり僕も尾花さんにがっかりさせたくないから頑張って。 書かかなきゃとか、うん、あと教える関係になっちゃうとすごくなんか権力が発生しちゃう、うん、僕がマナ君にこれを教えてあげましょうみたいな<ー>よく学者にありがちにな,、はい、なってしまうと<ー>台無しになっちゃうんですよね<ー>、うん、だそこだけは僕は気,を気にしていてできてるかどうかは別としてなんですけども一緒に発見をする過程 が大事かなと思だから一緒に何かを見て、ね、一緒にそこから掴み出してくる過程を共にしたいのであって僕が先に掴んでそれを教えたいとは全く思ってないんですねあのさっき秋田のっていうのは秋田公立美術大学にお二人ともお勤めでそこがアーツルーツ学科ってめちゃくちゃ面白い例えばあの石倉俊明さんはさっき言った神話学者で文化人類学者なんですが。 いわゆるその絵を描いたりとかものを作る人の学科のコースに所属されてるんですよね普通の大学ってそれは一般教養の方にいたりとかそこがむちゃくちゃ密接にいるってことすごく面白くて。 あの秋田公立美大が4年生になるまでは僕たち東北原子力科大学はあの東北で唯一の4年生の美大ですなんて言ってたんですけどあ<ー>まあ,あのすごくいい関係なんですよねあの都市から離れた東北っていう場所で,で今回はもがう海大学っていう架空の大学なので <laughs>、まあ、そういった形でこういうふうに連携できるって僕はすごくあのいいなと思っていまして実際どうですかでも学生とキュリティールドワークに出るってこともたくさんあると思うんですけど今言った知ってる知識を伝授するとかもう 自分の中でも咀嚼できているものを渡すっていうのと共に発見するとかあるいは学生から提出されてきたものがちょっと驚くべきものであるとかそういったものっていうのはこの授業の中ではどんんなふううにあるんでですすかねねそ僕たちもいろんな実験をしているんですけど、うん、まあ例えばですけど秋田県、まあ、山形にはないかもしれないけど秋田県にババヘラアイスっていうのがある、うん、アイスクリームをらないってい、ええ、高,高齢の女性が多いんですけど。 ヘラを持ってですね、うん、あのアイスをバラの形にしてくれるんですよ。<laughs> はい、であのその営業形態というのは朝車でその、まあ、おばあさんと言っていいのか分からないですけどその女性たちを道沿いにこの置いていかれるんですよ、うん、その成果会社さんが。うん、でそこでアイスのタンクを持った方がもう車が止まるともうす,ぐすぐに作って売れるような形態になってて。うん、でもどこに行くか分からない 状態らしいんでですねトイレとかねそういうことはもちろんはっきりさせておいて一日朝から晩までアイスクリームを売ってそして夕方帰ってくるっていう営業形態なんですこれ使えると思ってババヘラフィールドワークっていうのをやったりしてですので学生がどこに行くかわからないっていうここに行って下ろしてここでフィールドワークやってこいって言って夕方になって発表してもらうとかってやるとすごく面白いもの出してくるんですよつまり余談なく そこで発見をし続けるっていうことをやって、もちろんしっかり文献読んでっていうこともあるんですけど、うん、いろんなやり方でそういうあのなんだろう、普段僕らが使わない筋肉を使うことをやってますね。んなんかその僕ら現代山形校でアーティスタと一緒にやってること自体がなんかもうすでにカリキュラムに入っているような気がして、まあその辺もちょっとお聞きしていきたいなとも思っています。じゃまずはですね、あの小原さんの作品の紹介から、まあ今回のモガウミ伝説についてあの少し話していきたいと思いますので。 画像をお願いします。はい、えー、っとまあちょっと三十分ほどいただきまして、ちょっと三つほどお話しさせていただけたらなと思います。まず最初、ちょっと僕の自己紹介。 うん、一体何者だろうと思われている方も多いのでちょっとどんな,人どんなものかというのをまあ5分ぐらいでたどっ,った後、まあと2人の石倉小花で初めてやった形として、まあ、この「アーツ・マエバの表現の生態系という展示に向けたリサーチと、まあ、あと作品について振り返りたいのと、まあ、あと山形ビエンナーレに向けてどんなことをやっているかというのを、えー、簡単にちょっと触れたいなと思ってますじゃあお願いします。 はい、ちょっとすごく恥ずかしいんですけれども僕はあの大学で油絵をえっと専攻しまして、えっと、ずっと油絵を描いてきましたで、えっと、油絵に出会ったのはもう小学生ぐらいの時でもう近所の絵画教室から油絵が始まってもう僕は油絵しかないってもういろんな人にいろんなこと言われながらもうこれは僕の生き様だみたいなと思いながら、まあ、とにかく自己流で絵を描いてました。 だから決してうまくはな,くないんですけれどまああの,のびのび書かせてもらっていましたで学生の時からはありがとうございますこう覆面仮面をかぶったヒーローっていうのを自分のえとモチーフとしていろいろと描いてきましたお願いしますはいこれはですね「タモリ」ですね「タタモモリリなののねもちろんみたいにテレフォンショッキング」とかそういうのをモチーフに書いていたんですねお願いします ただ、えー、と結構大学のうちは伸のび伸のび描いていたんですけれどもだんだん卒業する頃になるとなんかその絵が全く描けなくなってしまったんですなんかむしろこう苦しくてなんか描きたいものも描けないし、うん、でやっぱりなぜかっていうといろんな欲が出てきちゃったんですよねあの評価されたいとか褒められたいとかモテたいとかなんかこう作品の目的が変わってきて自分が作りたいものがどんどん分からなくなってしまって。 なんかそれをですね8年間ぐらい本当に何も作れないことが続いていたんです。である日、まあ、8年後になんかふと何て言うんですかね彫刻をやってみようかなっていう、まあ、いろんなあのきっかけがありまして、えー、と初めてこれが挑戦した彫刻です。お願いしますななんんでこんなふうに まあ自己流ですけれどだんだんこういろんな彫刻覆面をかぶった男をモチーフとして彫刻を始めてあちょっとずつまた手を動かせるようになってきたんですねじゃあお願いします、はい、こんな感じで、えーとまあ、モチーフを作ってやってましたお願いしますはい、はい、こんな感じですはい次お願いしますはいでだんだんですねあの まあ、彫刻やっと手を動かせるようになってくると、まあ、ちょっとずつ絵も描けるようになってきたんですね。あ次お願いします。はい。で、ただ彫刻とあのー、絵画をどう両立させようかっていうのを考えたときに、うーんなんかうまい方法ないかなと思ってちょっと思いついたのが、えー、次のやつです。お願いします。あこの次ですね。はい。えっ、ー、とこれはですね、えっ、ー、とやっとちょっとずつ描けるようになってきた絵、えー、と。 まあ彫刻をどう両立させようかっていうときに、まあ、一つの物語を展開しながら彫刻とドローイングをまあ展開していくという作品です、えー、お願いしますでちょっと今パッとし大きく、えー、パッとしか映んなかったんですけれど、まあ、いわゆる漫画のようなドローイングっていうのを、えー、と作るようになりましたでこれなんで漫画って言わないかというとこれは僕の中のこだわりがあってやっぱりこう やっぱり漫画家の人に申し訳ないなっていうのもあるんですよね <laughs> これを漫画っていうのがであともう一つは漫画ということで漫画の手法に落とし込められてしまうというか何て言うかなそのルールに縛られてしまうんじゃないかなっていうのもありましたであとどうしても漫画っていうとストーリーが分かる面白い楽しいそういう風な価値観になってしまいますのでむしろそこではない分、まあ、かると分からないなんかその辺の境目をうまく。 コントロールしながら、えー、と展示していきたいなと思ったのも理由です。で、まあこういった物語を体感しながら、えー、と作品の中に入っていく。で、例えばその作品の中に鑑賞者が一つのスイッチになるような。例えばこうあの何かに触れるとか、しゃがむとか、歩くとか、なんかそれがこの物語に入るきっかけだと思っていて、例えばあの何て言うんですかね、体内巡りとかありますよね。 暗いや暗闇の中に入ってたりあと湯戸野さんの,あの山頂あの神社とかやっぱりあれはむしろ本当に体感することでわかるっていうのがありますよねで湯戸野さんのっていうのは、ね、あんまり言えないんですよねここではね <laughs> あれはもう見てもう言っちゃいけない確か尾原さんの、はい、あの店長見るとすごい上の方にぺこっといたりとかそうです、ね、本当に下の方にちょこっといたりとかその。 いわゆる僕たちの目線にスーッと素直に来るよりは、その目線の運動みたいなことがかなり意識されているなと思ったりして、うん、そうですね。まあ、だんだん知らないうちに没入していくようなっていうのを、えー、と今意識しながら展示をしています。じゃあもう一回お願いします。はい。まあ、こんな風にお願いします。はい。はい次です。はい。まあ、こんな感じでこの森の奥という展示は続いていきました。次お願いします。はい。 まあこんな感じで、まあ、例えば次何が待ってるんだろうとドキドキさせたりで次お願いしますそうするとこう開けていたりとか作品一個一個では、えー、と終わらない、まあ、全部組み合わさって1つの展示になるだから今回の,その山形ビエンナーレの展示もやっぱりあれだけではちょっと成立しないものがあって、まあ、そこがちょっと難しいところだなと思いながら今ここにいます。はい、結構あの今回のの山形ビエンナーレのは まあさっき漫画って言いましたけど一コマだけボーンと絵画のように漫画形式のようにあってその前後ってものすごく想像させられるじゃないですかであれ見ると完全にまあ現代のものとまあ古今古いにしえを超えた昔のものがあってで結構展示僕と宮本さん任されたんですよね <laughs> どうぞご自由に配置してくださいみたいなで配置を考えれば考えるほど面白くてこっちとこっち入れ替えたらこんなストーリーになるのがものすごく可変的な感じがあって。 まあ今回、僕たちは一応ああいう形で上下も含めてあの展示してみたんですけど面白いですねすねごく今回ねお二人に展示をしてもらうって本当に贅沢な体験をしたんですけれどもただちょっと任せるっていうのも僕は理由があって例えばこう偶然彫刻に出会って思わぬ形になったとかその予定調和から外れたところから受ける刺激っていうのはすごく大事にしてるんですね。まあ、なので まず預けることでどんな形にしてくれるんだろうって逆にそこから何か新しいものが生まれたりなんか自分にとって大事なモチーフになったりするんじゃないかなと思ってるので自分でコントロールを最後まであえてしないとか,、うん、なんか逆転させるとか,なんかそういう活動はすすごく大事にしてますねあ結構あの、作家にとってのスタジオとかアトリエって完全に制御できる空間じゃないですか、うん、まあそういう無菌室というか物はちゃんと配置されているし。うん それとなんか外に出るフィールドワークとリサーチっ全然違うんですよね、うん、なんかちょっと自分にとっても制御できないものが入ってきちゃうとか、そうですね、その一つが今回においては展示を任せるという感じだったんですけど、迷惑かもしれませんが、いやいや本当ありがとうございました。はいはい、で、次はですね、僕ら石倉小花で初めてこう展示をした、えーと、アーツ前橋の展示に振り返りたいと思います、次お願いいしますはいはい、じゃ次お願いします。 先ほど説明があったように「表現の生態系」という企画展が昨年の10月から今年の1月まで行われましてそこで我々がタグをチームを組むことになったんですよね。でその展示の作り方もすごく面白くてすごく長い期間石倉さんが関わったんでしたっけ そうですねこの企画から関わっていたので2年ぐらいかけて一日中ですねあの、えー、アーティストと社会学者と僕とあと美術館のチームが展覧会の在り方について今日あの話し合いながら作ってたっていう感じです、ねうんでまあ偶然、偶然ってその時に僕も前橋でレジデンスを2ヶ月ぐらいする機会があったので、まあ、その企画段階のと、まあ、僕のレジデンスが重なったとっいうこともあって。 割と長く準備もできたので深くいろいろ関わることができましたで今回山形ビエナーレの作品というのはなかなか皆さんに伝えられないしどんな作り方してるかっていうのは言えないので、うん、まあちょっとどんなふうに作ったかを今回説明してちょっと理解してもらえたらなと思ってますじゃあ次お願いします、はい、えー、とこれ「ビューっていうのが今回の「赤城山リミナリティ」今回じゃないですねアーツ前橋での作品でして えとでこれ撮影木暮信也さんという方が写真家の人に撮ってもらいましたでこれまあ美術手帳のサイトからちょっと勝手にコピーしたんですけれど、はい、ごめんなさいでもなんでちょっと木暮さんという人がです、ね、ちょっとこの後キーポイントになる人で、えー、と元 てう元ヤンっていうんですかね<お> <laughs> ちょっとごめんのんていうんですかね失礼,の失礼の言い方っていうのは分からないこれはも制御できてなかったので <laughs> 急に飛び込んできた、ね、<laughs> 日暮さんという存在がはい、はい、<ー>なんかその方が話す話っていうのがまあいろいろ今回のリサーチのきっかけになったっていうのもあって<ー>まあちょっとここに写真を置かせてもらいましたじゃあ次お願いします でちょっとなかなか群馬県っていうのがイメージ湧かないと思うんですけれど赤丸で囲ったのが前橋市というところですちなみに僕が生まれたのはその隣の太田市というところで、まあ、鶴舞う形の群馬県ってよく言うんですけれどそれの首のの首部部分分あと胸の部分あ鶴ですね山形は人の顔横顔で県の形にアイデンティティが宿るっていうね県、うん、の,の線なんて別に。 誰が引いたかわかんないうど所の地形ってうのがうなんですよね馬が山れてるだけじゃなくている舞うよりもれいるうよりもまているというよもまれ鶴いるというもにれているいうよまいというんです山々にまれているといにますているとにあるこの前橋という場所の地形っていというのが、まああのという山形と同じように盆地なんですけれどう <laughs> 山々に囲まれているというよりも まあその市街地の奥に大きく赤黒いこの赤城山というのがそびえ立っているんですね <laughs>。でこの赤城山っていうのはあの本当に急にこんもりしていてさらにその中腹までですねちょっと家が見えたりしてなんかどちらかといと家っていうよりもそれこそ生態系じゃないですけれどこう生命の集まりみたいな,なんか大きな木の下に。 鳥の巣があるみたいななんかそのような有機的なインスピレーションを受ける場所なんですでこの赤城山っていうところを、まあ、日本海から風が上がってきてそこから一気に吹き下ろすそれが冬場に強いからっ風っていう風になってまずさ最初に見せたイメージのビューっていうのがまさにからっ風なんですはい。なのでもう これも群馬あるあるなんですけれど空っ風の時はもう自転車は焦げないぐらいこう立ち漕ぎとか絶対できないぐらい強い<ー>まあそうなんですねで <laughs> あ次お願いしますはいであの、まあ、いろんな理由から、まあ、石倉さんと一緒にリサーチをすることになったんですけれど、まあ、僕はその前橋の町の中でレジデンスをしていたということもあって割とこの町の中から 例えばこう空き家問題とか何て言うんですかねいろんな近所の,その、まあ、せいぜい数百メートル圏内の問題をまあ作品化しようと考えていたんですけれども、えー、と石倉さんからですねいやそんなそんなことじゃないよみたいな。 なんかいろんな資料をすごい送られてきて、うん、かなり権力的ですね。<laughs> やばいね。さっきと話が違うじゃない。<laughs> 今の感じは違うくて、まあじゃあ次お願いします。<laughs> はい。まあそのやっぱりいろんな資料を送ってもらうと、まあ僕が見ていたものとは違うものが見えてきたんです。で、その展示の企画の中でもいろいろ話を進めていたみたいで、まあ例えば赤城山の小沼伝説。 これは赤城山の頂上の方に沼がありましてそこに身を投げたお姫様が蛇になって生まれ変わるとかあとはこう東京とかまあそういう幕府とかその中心に対しての終焉で躍動していろんなアウトローたちの息吹とかあと釜淵1日っていうのは赤城山の上にですねこう地蔵岳っていうのがあってまあそこに釜が昔あったんですね。 でそこがまあお盆に近づくと釜の蓋を開けることで先祖がこう山に降りてくるなんかこう先祖とのつながりをこうつ感じるこう行事っていうのが今もあるのかなって感じですがまあいういろんな情報をえと与え最初にもらったんです。はい、じゃでその結果出てきたキーワードが「国定忠あ 昔はこういろんな演劇とか大衆演劇で楽し親しまれた、えー、と人物ですがそれとヤンキー、はい、三角進行っていうまあそういうキーワードが出てきたんですで、まあ、正直これをどうしようかっていうのは全然この時点ではあのイメージは湧きませんでした石倉さんは湧いてましたか、うん、あのもちろん完璧に湧いてました <laughs> <laughs> そんなわけない <laughs> そうだからまあ。 すごく気になるワードだったのでまずこの辺からリサーチを進めようということで進めましたじゃあ次お願いしますはい、まあ、こんな感じで、まあ、まずはこう国定忠次を中心にリサーチをしようということで、まあ、石倉さんと一緒に、えー、と赤城山を登ったりしました次お願いしますはい、まあ、こんなふうに山を登ったりして、まあ、で赤城山に登る前にですねなんかすごく覚えてるのが2人で なんかこれからの関係性は何そのカップルみたいないやなんか上下関係とか抜きで行こうみたいなそこはフラットで行たいフラットに行こうっていう話をしてあそうなんですよねだからなんかここでね職場の上下関係を引きずったら絶対いいものにならないよねみたいな話をしてそれで赤城山に登ったっていうのをすごい覚えてますねそっかやっぱり入る前にしたんですねそうですねはい 健一の中で行こうとそうです、ね、いうことです、ねはい、すいませんなんか話が進まないんですけど、はい、次でまあいろんなものに触れたりしました次お願いしますはい次お願いしますはいでまあいろんな山の山やいろんな史跡を巡るというのもありましたがこれはですねあの80年代にこう前橋であの 躍動したこうこれは悪、ね、かったなって人ばっかりじゃないですかこれ、はい、で後ろの,あのメガネをかけてる方が先ほど言った木暮さんであやっぱりこういろんな人と出会ってあの思いのよらぬ話を聞いたり、うん、なんかその中でいろんな想像とか、まあ、イメージとかを膨らませていきましたはいお願いしますでさっきもさっき石倉さんちょっと言いましたがやっぱり僕はこの 活動をし通して2人の視点を共有したような気がすごくしましたねで最初その石倉さんの話とか資料とかがなんかいまいちよくわからないなんか実感がわからなかったのがなんかこういう一緒にいろんなものを見たり共有することであ,あ、これってこういうこと言いたかったんだなとかなんかだんだんだん理解ができてくるなんかそういった活動になったかなって思ってます次お願いしますはい で多分これはすごくあの大事なものなんですけど今回、フィールドワークを軸に活動されてるっていうふうに紹介していただいたんですけれどなんかこのフィールドワークとかリサーチっていう言葉がなんか僕にとってはすごくしっくりこなくてなんかむしろ、うん、なんかそんなふうに言っていいんだろうかっていうのを思うことが多いんですね。で次お願いします でどちらかというと僕にとってこのフィールドワークっていうのは研究対象への対話とか調査っていうよりもこう事前に調べた資料とか知識とかを手垢をつけるような活動だと思ってるんですなんかあこれってこうつながってたんだとかあここってこうなってたんだで、ねまあ、例えばこことここの配置こうなんだとかであとはむしろ対象に付随するその他の風景なんか予想外のものに触れるっていうのをすごく大事にしてます。はい。 ただこのフィールドワークをアーティストが語っていか問題はなんかいろいろと深いものがあると思うんですけど石倉さんどう思いますか。もう語ったほうがいいと思います。<laughs> あのうん学者に占有されないようにアーティストが語るべきであると僕は思ってます。うんはい。いや確かに僕らもそのリサーチとフィールドワークという言葉と自分たちがやってることはまあ間違いなくずれている感じがしてうん、うん、まあそこに言葉を与えたいとはまあずっとずっと 思ってるんですよね前回福住蓮さんの時にそのイメージとか意味とかがずれるでそれを一致させる作業みたいなそれがなんかもしかしたらその手垢をつけていくっていう作業の言葉の意味なのかなと思っててで調査対象とかいう時に、まあ、さっき言ったようにその周りというよりはそれがもう切り取られていてもう顕微鏡とか望遠鏡で眺めるようにもう解像度高く見ようとするんだけれど、まあ、それ自体がある空気とかある雰囲気とかをまあ共に旅するというか同じ空気空間を 時間を共有することによってそこをすっ飛ばして話ができるとか,なんかそういう部分っていうのをなんか,なんか名付けられないかなとは僕もすごく思っていて宮本さんの実際の調査っていうのはね本当にいわゆる学問の部分とか調査対象っていうのはねあるわけですけどまああの私の話だ文化財調査ということになりますけどまあそれは基本的にはも,うものなのでえまあ現場に行って実物を見るってまあしかもまあ物質なので基本はやっぱその物質をまあ仏像なら仏像の大きさを測ったりとか。 どういう形をしているかっていう記録を取ったりとか、まあ、そういったことをするわけですよね。でまあ、他方でその今周辺みたいなことをおっしゃられましたけど、まあ、仏像調査で行くとじゃこの仏像を調査しようって言って、まあ、その仏像だけこう見るわけですよ基本的にはで。その横に何があるかとかと、まあ ちゃんとまあ見ればいいんですけど、まあ、すごい見落としてしまうこともやっぱり多いし、えー、まあ周囲にある仏像ならまだしも本当は掛け軸にもっと何か意味があるものがあるのかもしれないしとかそのお寺がどこにあるのかとか、まあ、そういうようなことにもいろいろその まあ今おっしゃられたら周辺みたいなことがすごく重要なのかもしれないですけども我々調査しているとどうしてもその対象に絞り込んだ話をどうしてもしちゃうんでまあそういうのを逆に、例えばスさんと一緒に行ったときスさんがこう,いうこういうものもあるんだああいうものもあるんだという中でまあ自分が気付くみたいなこともありますねんなんかさっきのヤンキーとかで三角信仰とか、ね、五台話とかあるじゃないですか五つ、これを無理やり話しにしろみたいな。その間を 埋めななきゃいけないけ結構僕絵描いてて結構そういうところがあって僕の絵の描き方ってその手順とか丁寧にこうゴールに向かっていくというよりはあえてその絵の中で洪水を起こしたりとか編み直しを起こすとちょっと自分でびっくりするものが自分が生んだはずなのにっていうのは隣,隣り合うことがたくさんあってでその間を埋めていく作業これがめちゃくちゃワクワクするんですよねだからなんかさっき言った自分の興味関心とか自分の制御できる範囲じゃないものを ぶっこんでいくことによって破壊と再生において展開していくっていう作業が、だから絵を描くようにフィールドワークと呼ばれる何かみたいなものができないものかなともちょっと思ってて、そこなんかちょっと今の話で言うとリンクできそうだなっていう気はしましたね。はい、そうですね。じゃあちょっともう一回はいお願いします。はい。で次お願いします。はい。なのでまあさっき言ったように想定外のものに繋がる行為なのかなっていうのは思ってます。じゃあ次お願いします。 やっぱり、まあ、今回のフィールドワーク、まあ、赤城山を中心に回ったんですけれども、やっぱりそれ以外に結構いろんなものからインスピレーションは得るんですね、例えばあの左上とその下にあるのが、赤月ってあるんですけれども、これ、赤城山の周辺にある赤月の村という施設で、えーと、ベトナムの難民の方の、えー、と社会福祉施設っていうんですかね。はいで 牧師さんキリスト教系の、はい、牧師さんそこにまあいろんな手作りのいろんな文字が書いてあるんですけれどもその下に「愛と希望」って書いてあるんですけれども,もうここに書いてある「愛」って字が本当に深くて温かくてあこれが愛だなっていうのが本当に溢れてるんですよ。<laughs> <ん> <で>ト,ルト観光リサーチセンターねこういう文字の強さっていうのもこういうところからインスピレーションを受けたりでその隣に車の写真があるんですけれどもこれは、まあ、あのナンバーがあるので拡大しなくていいんですけど <laughs> まあこれは国定忠次のお墓にお参りに行ったらその多分。あの 関係の人の人駐車車場に置いてあった車がもうなんて国定中時的なのみたいな <laughs> これだよなみたいなそう僕は何でこんなにヤンキーに惹かれるのかって言ったらやっぱりそのさっきのいろんな先輩たちと話した時のあの感じってすごく。 心地いいんですよ、ね、<ー>あやっぱ先こういう先輩いたなって<ー>あこういう先輩に言われて先輩のためにニュース買っ,て買ったなとか <laughs> 買ったな俺買ってたポジションなんです、ねうん、足もんだな <laughs> 足マッサージしたなとか <laughs> 結構やられてるんです,すごく懐かしいってだからこういう地域を題材にした作品って大体こう綺麗美しい、うん、あのふるさとって素晴らしいみたいな感じなんですけれど。 まあ僕は群馬出身だからそうではない群馬の本当にあのなんて言うの汚,汚いって言っちゃ光栄ですけど汚いってだめですねあのすごくその本当に根の部分それをストレートに表現できるんじゃないかということでそのあヤンキーって僕が惹かれたのはそういうとこなんだっていうのを実感する機会にもなりました。次お願いします、はい、で例えばこのの中人の 赤城山の中には国定忠次が隠れたという岩があるんですけれども、まあ、あのここに行って何を感じたかというとこんな寂しいところにあんなに大物が隠れなきゃいけなかったんだというところなんですよね。やっぱりその当時群馬の,その 江戸末期の時のところはもう本当にいろんな実験を握って国定忠次っていうのは本当にこう躍動した人なんですけれどもそれでも幕府という力に追われるとこういう自然の中山の中に身を潜むしかないしかも寂しくて暗いうんなんか妙に忠次の,の強さではなくて弱さ儚さなさかそれがこう理解できたというか感じられた瞬間だったんですね次お願いします。あとと例えば文献調べてると 塾通いやもう嫌って、こうヤンキーが前線の時に、逆に受験戦争に。追われた小学生たちが山に逃げ込んだっていう記事に。当たるんですよ。でもなんかそういうリサーチしてると。なんかこれって、なんか繋がるよなって瞬間ありますよね。なんか、その。なんか、こうそういう瞬間に出会ったのも、この記事だった。んですね,ね逃げ込む場所っていうのが。山でしかなかった。うんうん、隙間がなくて。 山に逃避行ってて書いいますすねごいでも僕ら世代、結構ぐっとくるというかね、まあ、ヤンキーもそうだしうん、うん、いわゆる競争をさせられてみた、うん、いなところのアジールみたいな場所がもう山であった、ね、軸を越えて重なるっいうのはいですよね、だってこの子たちは別に国貞とか知らずして、もう行き場を失って山にへとへとになって行ったところが重なって、あとで小花さんから見ると重なって見えた。じゃあ次、お願いします。 はいまあ、こんな感じで、まあ、さっきの先輩たちからの写真をもらうと、まあ、やっぱヤンキーって本当に悪くて真似しちゃだめよみたいな存在だったけれどいやでもこんな風にもうに楽しそうで生き生きしてる、うん、なんかめちゃくちゃこれ先輩聞いてたら怒られるかなって思うんですけれどそ悪い意味は全くないんですけれどでも何て言うか本当に彼らの青春あと一瞬の輝き、まあ、悪いんだけどでも。 やっぱりそこにすごい魅力があるっていうのは何て言うか「悪の中の神器じゃないですけれど何かすごく共感できるところもあったんですね。次お願いします、はい、でやっぱそういういろんな調べていくと今まで別個だったヤンキー国定あとまあ三角信仰んかこれにいろんな言葉がついてきてやっぱりこれがいろんなつながりが見えてくるんです。 で例えばそこに中心にあるのがやっぱり赤城山時代を超えてもずっとあり続ける赤城山から風っていうのが今回の作品の中心になるんじゃないかって前回ねあ前回ね <laughs> 熱くなってしまっいつもこういう前のマップみたいなもの作るんですか割といやこれは今回作ったんですよ、うん、ああ改めて考えてみて<の>説明のために作ってみたらこうなったでもやっぱ整理でき,できましたね<ー>、うん、なんとなく感じてたこととかをやっぱ整理してうん、うん でもなんかこう、ちょっとこの機会に行きたいんですけどなんかお二人も今回、この「モがウミ伝説」のリサーチを進めるにあたってなんかやっぱり偶然がつながったりあ俺、これに出会うためにやってきたんじゃないかみたいなことってなかか。ったんですか偶然、結構多いですよね。なんか。 まあ本当に例えば今回だと「最上伝説」とはまあ別のセクションとして山寺というものをまあ設定していた前回の「現代山田高校」で山寺を取り上げたこともあって、まあ、昔レーマーとの関係とかもあって山寺を取り上げていたんですけれども、まあ、ちょっと最上伝説を調査していく中で山寺も伝説にかなり重要なあの意味合いがある場所だということが後から分かってきたりとか,なんか調べれば調べるほどなんか気が付くとつながってくる部分というのが。 割とと多いいなっっってて思ますね僕ちょっと変な話なんですけど、えー、ものすごくね思ってもなかったことがパタパタパタって合う時があるんですよ。で例えば、えー、自分でプランを考えているとこの展示はこんなアーティストがこの作品出してきてこうこうこうだからって図面引いてちょっとよく分かんないから、えー、と実際のギャラリーとか自分が使ってる廃校のアトリエとかでやるわけですよ。そうすると その図面で書いてたものとその廃校の例えばつける感がねもう 1cm 間隔であったりするので、ね、ピタッとあったりするんででそこかでアーティストから連絡があって「店さんあのこのサイズで行きたいと思います」それがピタッとあったりするんですよ。でなんかそういう時絶対うまくいくっていうのがあっておそらくねそれは発見してるだけなんですよあのたまたま合ってるとかじゃなくていろんな情報とかがあってそれを発見して紐を結べるって時が一番。 乗ってる時なんですよね多分世界は全て紐づかれてると僕は思っててその紐をというかラインを発見した時が一番気持ちいいしワクワクするしっていうそこがスポーンとこうラインが一発通るっていう瞬間は時々あるってうんですよね <laughs> だから宮さんと会ってても何度もありましたよね同じメタファーというか同じ例えば史跡とかがいろんなタグがつけれるわけですよね。このタグとこののタタググとがくっっついちゃった いいうような時っていうのは、まあ、ちょっと関係妄想に近いけれどもあのちょっと話をで聞かれたのでずらすと,、えっと前回の現代山形校修復は可能かはね僕ちょっと関係妄想になり,なりすぎたなと思ったんですね全てに線を引いていってこうも見えるあも見えるあれとこれはこうつながってるってことだけでバーッとやっててで今回の最上伝説を設計する時にちょっと考えたのは 割と緩和旧大じゃないけどあるいはちょっとそのさっき言った異物ではないけど結構そういうのを差し込んでいってもストーリーの大きなラインというのはまあ崩れないだなってもちょっと思ったしガチガチになんかストレイラインを決めていくっていうことに対してもうちょっとこう緩やかに何かを放り込んでいく何かっていうのももちろん意図とか偶然はあるんですけどっていうことは少し思いましたねまあなのでまあその いろんな見つけたこととかつながったこととかじゃあそれを全部作品に落とし込んだらいいかじゃ言やっぱりいいとは限らないんですよねむしろ言葉も多くなっちゃうし説明も多くなっちゃうし何からまあこのあと石倉さんと一緒にアーツ前橋の作品をにつなげる時には結構その辺は相談して伝えるところと伝えないところでも僕らは知ってる理解してるけれどそれをこう言葉ではなくて体とか。 理解としてあの感覚としてどう理解させていくかっていうのでだいぶ作品の仕組みについてはいろいろと話を重ねましたなので次じゃあお願いします、はい、でまあ作品全体はこのような構造にあ、まあ、こういう入り口から始まりまして、まあ、これも石倉さんといろいろと議論というか意見は交わしました例えばこう赤城山から吹き下ろす空風っていうのは山頂からこう 都市、都会に、町に街に降りてくるんですけれども、僕らはそれを逆にしようって、街から山に登る、都市から自然に戻るっていう、なんかこう、いろんな逆転とか、まあ、いろんなそういう構造を中に入れていこうという話をしましたね。じゃあ、次お願いします。はいまあ、最初、こんな風に新聞コーナーがあったと、次お願いします。はいまあ、こんな風に、物語のプロローグ、あれエピローグ、どっち、スタートが始まる、はい、次お願いします。はい だだんだんこう国定忠次の、まあ、絵巻物みたいなものが始まりましてだんだん暗がりの中にあの鑑賞者が入っていく次お願いします、はい、でその間にです、ね、今回の「亀男」のように、まあ、その狂言回しではないですけれどもところどころに今回は「風男」っていうのですけれどそういったものが鑑賞者を見つめている次お願いします、はいまあ、こんな感じで物語が進んでいって次お願いします。はい でそうすると、まあ、だんだん死を余けもっと意識したコーナーに入っていくこれは暴走族が、えー、と事故で亡くなった、まあ、その瞬間とか、まあ、それを彫刻でやったり次お願いしますそして、えー、とあじゃあ次お願いします、はいえー、とこの空風の隙間を縫って鑑賞、まあ、する人は間を、えー、と歩いていって、まあ、その先にあるものが待ち受けているというのが。 赤、えと、赤城山リミナリティという作品でした。はい、以上です。まあ、ちょっと、こういった実践を僕らがやっているっていうのを、ちょっと一度お話しした方がいいかなと思って触れましたが。なんか、石倉さんから、なんか、付け足すこととかありますかね。いや、全くないですけど。<laughs> うん、あの、実は、個人誌みたいなものがね、あの、無意識の中で、交換されていったりするんですね。僕も、実は、母が群馬出身で、で、母に、その、例えば、美術の関心を。 抱かせた人が先ほどの暁の村というのを作った神父さんだったりするんですけど、うん、そういう意味で作品を超えて他の作品ともこうしあったり、うん、あ,のあるいは出口鬼三郎が儀式をしたと言われている小沼という沼が山の上にあってその沼の神話系みたいなのを白川芳雄さんが扱っていたり。 1まああの一つの作品でできることと展覧会全体でできることっていうのはレベルが違うのででも、やはり意識し合っていないといい展覧会にならないと思うんですねなのであの頼まれたからいい作品作ろうっていうだけではなくて僕らもどうすれば何か他の作家さんたちとあの響かせ合えるかなみたいなことをぼんやりと考えながらフィールドワークしたり作ったりしたんじゃないかなと思ってます。 僕実はこの最上年生を作っている時にまさしくこの「集まい橋を見に行ったんですよねもう絶対見なくてはいけないと思って最終日に飛び込んだんですけど生態系っていう言葉は、まあ、広い言葉っちゅうのは広い言葉ですよねでもビオトープみたいなもので、まあ、そこで循環が行われていてでうまく回っているとお互い交換をし合いながらで今回の山形ビエンナーレの大きなテーマって本当全体性の回復 その全体性がどこかでこう不具合を起こしてたりとかまあそういったものを回復していこうってところですごくこうつながるところがあったと思ったんですよ。 でえっと、またこれ前回の福住蓮さんのトークのときに、まあ、彼が言ったその現代アートとか現代美術というのは都市部のものであるとでその人たちのためのものであってだからいろんなものが排除されていた抑圧されていた例えばさっきのヤンキー文化とか暴走者とかああいうのって多分美術館には入ってこない普通に考えて入ってこないものだと思うんですよねそれノイジーなものであったりとかあキッチュなものであったりとかまがいものみたいなものですよね。だからそういういのを えっと今、えー、彼が言うのは民族学的展開っていうのはもう一回、それを修復し直してゃないかと排除してあまりにファイン、ファイン純粋化していったものを足りてなかったものを今、くっつけるような作業をアーティストでありあるいは作り手でありそして、学者のような人たちがもう一回それを補修しているというかね保管、うん、してそして本当の意味での全体性っていうのを回復するためには多くのものを現代アートっていうのは無視してきたではないかってことを言ってたんですよ。よだから多分 その辺の街いわゆる,わゆる観光地というものはそういう分かりやすいものを露出しているけれど何でもない街というところにそぞろ歩くことによっていろんなものが見えてしまうそういったものがノイズとして入ってきてそれを作品としてアウトプットしていくというのはなんかすごくこれまでのある意味その禁欲的にあの作られてきたものに対する反動みたいな気がしなくもないという感じもしますよね、うん、確かに民俗学的展開と言えなくもないんですけどうん、うん、た美術史の本だけ読んで。 作るじゃなくて赤城山リミナリティの時も一緒にいろいろ本を文献探し,探したのは社会学の本もあれば、うん、民俗学もあれば人類学も宗教学もあの考古学もある、うんうん、生態学とか自然科学ももちろん入ってくるわけですよね、うん、そういう全体性ってあのやはり学問によって細分化されていない。 リリアリティといううことだろうし、うん、あるいは美術によってもある部分だけ光を当てて他は見ないということは起こっているので、うん、おそらく表現につきまとうことなんですよね<ー>だからその辺りはまだまだ可能性がたくさん眠っているのかなと、ね、僕はこの言うお二人にぜひ山形を歩いてほしいと思ったんですよねで一応「最上伝説」みたいなことのデータというか差別賞もしながら生まれてきたのが最上にさらにヘトログラフィーがついてきたということなんですが。 あ、じゃあ、次お願いします。はい、はい。まあ、ちょっと、さっきのアーツ前橋の作品は語ると、多分一時間半ぐらいはいけるんで。<laughs> うん、でもまあ、本当にいろんな人にお世話になって、ちょっとこの場を借りて、あの、ありがとうございましたととっていう言葉に使ってるんですね。<laughs> <laughs> で、あの、今、何をしているかっていうのを、はいえー、少しお話ししたいと思います。じゃあ、お願いします。はい。えっ、ー、と、初めに。まあ、あの。 スタートした資料というのがこちらにある「小盆地宇宙と日本文化」ちょっと僕は正直昨年あ今年になって初めて知ったんですけれども、うん、すごくこう店さんやあとまあ石倉さんにとってもすごくなじみの深い本だって聞きましてまああの本当にこれ素晴らしい本ですよね。うん <laughs> うん、特に東北地方に住む人々とかは本当にこれを読んだ方がいいと思うし。 県知事とかにもみんな読んでほしいなっていうぐらいの感じで <laughs> 時代もいいんですよね。うん、発売された時期っていうのが日本がなんかイケイケドンとしてそういったものを忘れてる時のカウンターパンチとして僕らが今読むよりかなりなかインパクトあったのかうん、うん、こんなものも眼中にないようなねうん、うん、あの経済マシグラみたいな人たちとのなんかえ字が聞いてたんじゃないかなとも思ったりしてうん、うん、その時代としてもそのまあどちらかというと地域の均質化がどんどん進む中で。 その各地に日本各地に存在する盆地なんかその中のコンパクトな人々の営みが作り上げたものをまあ小宇宙コスモあの宇宙としてまあ捉えるという,うえと書籍ですね。次お願いしますでえとまあさっきの中でまあその多様性みたいなものをいろいろと感じていてえとまあちょっと詳しいのはきっとこの後石倉さんが触れると思いますので次いきますと。次に色々と触れたのがその 毛先伝説の、えー、と多様性ですよね、まあ、山形県だけではなくて各地にある。で今回その店の店さんたちとお話しした中であの印象として割と大きなセクションを委ねていただいたなって思ったんです。その結構細かくキュレーションされている中で、まあ、あの大きくさ何やってもいいよみたいな。うん、でその中でまあ話したのはやっぱり。 着目しななきゃいけないけのは盆地の多様性だけじゃなくて山形県内におけるこの伝説のバリエーションというのを触れなければいけないなってで例えば、えー、とこの会場でメインになっているのはきっと大トカゲと大蛇の話寒河江市のなんですけれどままあその山形県内にもいろんなグラデーションがありますよね例えば最上においてはそれが大亀と大蛇の戦いであってこれはえっ、ー、と あれ大蛇が勝つんでしたっけそうですね,そうですよねであと最上町の違うバージョンとして三つ頭のヘビと大ガニが戦って、まあ、カニが勝つとか、まあ、さらにちょっと場所を移せばそれが大蛇対カメで今度はカメ、えー、が,が勝つとかなんか微妙に内容も変わってくるんですよね。 なのでだからまあ僕らとしてもまあ一つの物語ではなくてそのいろんな多様性バリエーションなんかそこを触れなければいけないなっていうのが今回のリサーチのスタートでした。はい、でいろいろとこの県内を回ってきて、えーとまあ、正直そのじゃあヘビ対カニの話がどう深まったかっていうと、まあ、そういうわけではないんです。たただやっっぱりさっきも言ったように それに付随するいろんなな風景、うん、なんかそれがいろいろとつかめてきたという感じですね。はい、次お願いします、はいまあ、例えばこんなふうに「お城門の女神」なんて、まあ、今回の「もがうみ伝説」とは全然関係ないつながりはないかもしれませんがでもこの何て言うんですかねこの伝説そのものはもっともっと昔その人々の営みとかが始まる前からのあったかもしれないしもともとはその。 僕らが何て言うんですかねもう最上川とかは固定されたものだって思いつつもでも結構いろんな氾濫とか川の形を変えたり今ある風景が200年前もあったわけでもないし100年先もあるとは限らないなんかそういった記憶みたいなものをどんどん掘り起こしていきたいなっていうことでまあいろんなバリエーションを多くいろいろとリサーチをしていますはい次お願いしますはいまあえ お仲間様、間様シャーマンですね、うん、山形にいたで、まあ。例えば、お仲間様そのものもすごくインスピレーションを受けましたし、例えば、この数図でいえばいいんでしょうかね、まあ、いろんな動物の骨とか貝とか、いろんなものを入り混じった感じ、うん、次お願いします、はいまあ、あとこういうふうにあの森の中をどんどん,どんどん分け入っていく感じ。うん 次お願いしますあとはこう思わずこう覗いたそのていた神社の窓から見えたこの強い造形物とか何か僕,たちはそうう僕はそういうものから今いろんなインスピレーションを得ていて今それををどうううつなげようかといいのを考えている最中ですでと正直ですね一応本来2020年の夏にあるんであればこういう形にしようというものはあったんですけれど、うん。 ちょっと残念ながら今のフルスペックでは出せないので、うん、このあと2年後に向けてどんなものになるかはちょっと今の段階では説明できないことはあるんですけれど、まあ、確実に規模は大きくなりなんかいろんなレイヤーも重なるんだろうなっていうのを今から伝えておこうかなと思ってそうですね、うん、僕、この前あ,のちょっとある新聞社の取材を受けてて、うん、取材を受けるっていいんですよね自分が整理されていくので。うんうん あこういうことをしてるんだと思ったのはその新聞記者さんですごく丁寧にこの配信を見ていただいていてで意外と展覧会普通の展覧会ってその展覧会がなぜ開かれるべきなの今 ってことは意外と示していないしでその展覧会が作られるためにどういうさまざまないろんなものがあったのかってものが結構、照射されて作品があって、まあ、それを見てっていうところだねって話があってで結構、これは怪我の巧妙なんですけどこういったオンライン配信でしかも、まだこれ実現の半分手前であるっていったときになんかその状況をこんなにたくさん丁寧に話すってことは結構、これないんですよみたいなこと言われてあそうかもしれないなと思って。 わりと、えっと、展覧会行って、あのー、1年後だったりとか1年あったらまだいい方ですよね、まあ、急ごしらえでとかあるいはキュレーターにものすごいもうイメージがあってこれ出してくれとかここのこれをしてくれとか割とそういう強いパーフケーションの中で、えー、配置されていくって結構あるんですけどなんか結果これもまた怪我の巧妙でさらに2022とか2024とかなんかそういうスパンで。 展覧会を作るっていう経験って結構これまでなかったなとともうちょっと思っ思たんですよだから一旦みんなで用意どんでスタート切ったわけですけどそこでいろんな方向にみんな散らばっていってで集合時間決まってたんだけどその集合時間があの急遽なんかなくなったみたいな <laughs> じゃあちょっとこの道気になってたから入っていこうかなみたいなのが今もう各縦横無事に行われてるので。 特に最上伝説っていうのはその読み解き方によっていろんなストーリーラインが見えるってところなのですごく僕も楽ししみにしているところですね、うんまあ、ただちょっと残念なのは今回、ね、誰を驚かせたかったっていうか、はい、それはやっぱりこの2人をなんか、ね、意表をつきたかったなっていうのがあったんです。 なんこんなのオーダーしたのと全然違うのを出してきやがったっていうのをバンって出したかったんですけどちょっとねこうカメ男とかちょろ見せしてしまったことが僕はちょっと悔しいんですよね <laughs> 今の絵いいですね「カメオの後ろにね尾花君いる」これ「カメオの中の人」みたい、はい、トゥルンとして出てきたみたいなアバター的できていいですねでも大丈夫ですあのすごく僕驚くこといくつかあったのでこれ多分この後の石倉さんのパートでまだたくさん出てくると思うので。うん 一旦ここでちょっとあの、はい、休憩がてらですね最上伝説に一番近い近い船着き観音のフィールドワークを少し序盤見ていただいてから、えー、次のターン石倉さんのターンに行きたいと思いますお願いします。うん ਕੁਤਰੀ 浦月観音堂というのは、どういうところかということを教えていただけますか <laughs> どういうお話です<の>伝説ですかはい、そうですね。はい、まああの西礼総一団にも、浦月観音のまあ由緒というか、それは歴史的には、あ大江戸の七代、徳重の 孫の子供がこの君田町のいわば殿様っていうかね非常にいい、えー、一緒にこの地域を開拓したので、えー、ブラジルト比べ非常に慕われたとでその方が亡くなってこのおもとに柄とお墓としてね塚をお作られたとその後と100年くらい後でしょうね。 十代元孝あたりの後ですから。うん、ああ、荒木さんのご先祖たちが。ああ、漢、ね、文年間ですからね。千六百何年です。この男を作ったと。うん、そして、ええー、ご本尊様を。京都の仏師に頼んで千手観音を作ったと。いう、まあ。ここは、あの、一応、浦月観音を縁起に。 記されているのでこれは史実としてはね。ただ年代その他についてはちょっと交渉があるとでこの前調査していただいた時には千住観音の裏のあれ見たら実は歴史的には聖徳二年かその辺でしたねですから歴史的にはちょっとギャップありましたね,ね、えー、だからその後に綺麗にこう修復したのかどうかそれから十一面観音 のこと書いてあります。こちらの方がちょっと年代的には古かったようでないかという <laughs> いわばこれは我々素人の見方で専門的にはね、えー、歴史家にないそういうことがこれから旧江戸線初め、えー、解明していただくということなのかなとそれから最上イスについてもまあ,あ100万年くらい前までは <laughs>。 村山盆地がこう山形・江蘭という資料にも載ってますけどもその後伝説としては「桃ヶ海」「桃ヶ海」「ガ海川」になったとで伝説としてはあれですよね自覚大使が御殿隼あ辺りの席を開いたなんていうのは全くの伝説でしょうねでも御殿隼あ辺りが開かれてここが陸地化したと。 とというこななると何年くらいなんですけどもちょっとその前にあの。 休憩,休憩というか映像を見る前のところの小原さんが最後に出した画像の仏像というのは実はちょっと結構レアなやつだったので一応それについて本筋とは違うんですがちらっと説明させていただくとあれはあの朝日町の大沼というまあ浮島が有名な沼がありましてそのすぐ横にある愛宕神社にある本尊というようなものなんですがまあ地元ではあ愛宕様と言われているものです。 けどあれはあの一応愛宕様って名前なんで愛宕権現という神様なんですが愛宕権現ってま普通はですね仏像の形で言うと将軍地蔵という形で作るので、えー、甲冑を着たお地蔵さん の形で作りますでそういう意味ではあの先ほど出した画像も一般そのこ,こにおいては一般的なんですがあの仏像の場合すごい腕がいっぱいあって、えー、そういう形の将軍地図っていうのはあのな基本的にないので、えーまあ、日本唯一じゃないからっていうのはすごいレアなものでしかもあれ実は大きくて。 180センチぐらいですかね、あるような大きいもので、えー、なんかよくそれをすごい嗅覚で見て <laughs> きたら触れちゃいましたね <laughs> っていうすごいレアなものだという話です。まあ地元ではあの当たり前だと思って見ているんですけど、あの本当に珍しいものだなと思って私もちょっと研究しなきゃいけないなと思っているものです。時代的には多分室町時代の終わりぐらいの像だろうなという,うに思っています。 はいちょっと余談で離れましたがじゃあ石倉さん、お話お話願いいいいたしまますすはい、ありがとうございます今、とってもあの浮島見に行ったときに愛宕ああ神社、すごくいいあの雰囲気だなと思って、まあ、2人で見に行ったんですけども、やっぱそういうところであの僕も専門ではないので、この仏像の成り立ちとかってよくわからないで、今宮本さんがお話しいただいたように、えー、違うこの光が当たることによって見えてくるんですよね、現実っていうものは。で全体性のどこかが照らされる でオバナさんはそれに何か別の角度から多分アーティスティックな感性で面白いと思って何か掴んだものがあってでまあ多様体としての現実が浮かび上がってくるってことあると思うんですですので僕は1人でフィールドワークに行くことも大事にしてるんですけども何人かで行ったり2人で行ったりする時には必ずその違いどの角度から照らしてるのかっていうことが大事かなと思って。あの 行くんですねでやっぱりアーティスティックリサーチっていうのはすごく大事なことでリサーチは研究者だけのものではないのでアーティストのリサーチということはここ2 3 0年でですねだいぶあの実践される方増えてるんですけれども、まあ、今まさに最高すべき時が来てるなというふうに思っていますで僕の方のお話,話では、えー、山形曼荼羅 のこととですねあとは古水伝説のことについてお話ししたいと思ってるんですけども茂、えー、が海ガイ、ねえー、外伝のう海があのオーシャンの方の海になってしまって申し訳ないですけども茂、えー、が海外伝デンというのは僕が書いた物語ですで茂、えー、が,が海伝説を受けて、えー、創作した物語を今回作ったんですけども、えー、それについてはオンラインで見ていただくとしてその背景を 今回お話し,したもともとで,ですねあの僕は、えー、1990年代の後半に、えー、人類学の研究を始めて学生大学院で研究を始めたんですけれども、えー、最初にリサーチを始めたのがインドの ダージリン丘陵とシッキムという州あのチベットとの国境地帯ですねでその後にですね5年ぐらいしてあのフィールドを移して研究し始めたのがネパールのカトマンズ盆ボンチですでネパールの場合はあの歴史的に後から入ってきたグループがですねインドから入ってきたグループが山の方にいて、えー、パルバテっていう言い方をするんですけども、えー、町の方にですね、まあ、いわゆる古いグループがいるんですね 地域的には別の場所にはシェルパという人たちがいたりいろんな鉱山のヒマラヤの何千メートルも高いようなところにはチベット系の人たちもいるんですけれども街の中にネワールという先住民族がいるということがネパールの特徴の1つかなと思いますで。ネパールという国がで,す、ね、できてから、まあ、このカトマンズ盆地は非常に重要な 中盆地がその文明の中心になっていくということがどういう意味を持っているのかということをここで研究をし始めましたでネパール・マンダラという概念があるんですけどもこれはカトマンズ盆地の盆地全体が実はマンダラ上の、えー、一つの観念を投影していると言え,る言えなくもないんですが実は観念だけではなくてその自然の景観と人間が作り出す文化それが一体になって一種の このマンダラのリアリティを作り出しているということなんですねで、それが一番よく見える場所の一つが、えー、北西北東部の三区という場所なんですけれどもここをあのリサーチしていまして実はこの、えー、町の真ん中にあの古い宮殿があってですね、えー、王がいたんですけれども王に王権を与える、えー、生き神様がいてそれが いいわわゆるると言われている少女なんですねですので、えー、王が王になる根拠はその少女から与えられるというそういう神話的な、えー、観念が背景にあるんですけどもで町の中心部には熊あの祀って祀られていた、えー、寺院もあって、えー、同時に町の,です、ね、あの周辺に8つのお墓があってですねそれがいわゆる アスタマートリカという八母神という、えー、女神がそれぞれのお墓を守っているという町の構造になっていますで今日は詳しくはお話しないんですけども、えー、南側の門と北側の門2つの門がありまして北側の門は神様の出入りとあと死者の死体をですねあのダビに付す時の出入りに関わってるんですね南側の門は、えー お嫁さんを迎えるものとお嫁さんを送るものというふうに分かれていて同時に南側に幹線道路があってですねチベットとインドを結ぶ幹線道路がありましたので物資や情報の流通を司っていたりでなぜお嫁さんなのかというとこれは人口を増やすことができるのは子どもを産むことができるのは女性だからということも,ももちろんあると思うんですけれどもこのネパールの えー、ヒンドゥー教と仏教に共通する、えー、神話的な背景として女性性に非常に大き,大きな意味を置いているということが言えると思いますでこの人間と非人間を含むマンダラによる社会統治モデル社会統合モデルみたいなものを研究のテーマにして、えー、いたんですねで、えー、まあ仏教だけではなくてヒンドゥー教も含めてですねあの世界がどういうふうに成り立っているのかということを説明するモデルとして、えー 非常にあの金星の取れた曼荼羅的なモデル全体性がモデル化されているということがあると思うんですけどこれ非常にあの多層的で面白いあの宇宙観でこれはもちろん中国や日本にもあの受け継がれてきている部分があるんですけども一方でこれがですね国家と結びつくと王様が真ん中にいることによってまあ仏教王みたいなものが真ん中にいることによって世界の中心がいとも簡単に作られてしまうという問題もあるわけなんですよね。 で中国に行くとこれ風水のモデルと結びついていったり、まあ、インドでは王城都市というモデルと結びついていって実際の都市計画なんかにも移し込まれていくわけですで、まあ、日本にも思春相応という形で中国の都市計画が入ってきてるんですけど、まあ平安京、平城京なんかが入ってきてますけども、まあその背景には実はこの大文明圏ですねアジアのインドや中国の大文明圏のコスモロジーが、えー、都市計画として入ってきているということを言えると思うんです。で重要なのはですねその外にあたる部分 街のマンダラの外にあたる部分にネパールではお寺が作られているんですね。つまりマンダラには外があるということなんですけど、えー、マンダラの中心は王様で、えー、実はサンクという街は、えー、ヒンドゥー教の、えー、まあ考え方をベースに作られているんですね。ですので真ん中に王がいて、えー、身分制があるんですね。カーストがあって、で、えー、真ん中中心部に近づくば近づくほどあのカースト高いわけです。周辺部に行けば行くほどあのー 低いといいいとととううか非常にに差別されているていうことになるこなんですけど例えば動物を殺したり、えー、川をなめしてあの、えー、太鼓を作ったりするようなカーストが終焉、えー、部にいるんですけども、まあ、その外にですね、えー、その階層を拒絶するような空間があるということなんです、まあ、アジールと言っていいと思うんですけどその山の空間に、えーまあ、日本の 歴史学で言ったら無縁と言われるような、えー、都市の原理ではない原理がここに体現されていて、えー、実際にそれが機能しているということですで、えー、例えば、えー、町の中では農業をやってた人がここのお坊さんになることによって、えー、ここで、えーまあ、カストと距離を置いて一生を送ることができるみたいなこともありますでこのお寺がバジュラ・ヨーギニーという女神が作ったお寺なんですけどもと言われているお,お,あのお寺で、えー、教会があって マハーカーラといわれている石があってここでは血生臭い動物のサクリファイスが行われています何十頭何百頭のニワトリの首が切られてその血を振りかけていくっていうようなお祭りをするんですけどその血生臭い石の一歩先に階段があってその階段を登っていくと全ての動物は人間の管理から逃げられることができるで一切の殺生や植物を抜くようなことは禁止されている でででですすので町の原原理理と全く違う原理がここでは働いいてるんです王も王冠を脱いで王の,あの身分を捨てなければここに入れないと言われている、えー、それぐらい徹底したアジールがここにあったんですねですので八母神を越えて死の空間を越えていくとこの町の原理と全く違う空間があるということがあってそれを僕は研究していましたで実はヒンドゥー教の神話だとチンナマスターといって首を切ってその自分の体に流れている血で、えー 人々を養うという女神のイメージがあるんですけどもこれが仏教に入っていくとバジュラ・ヨーギニーという形でえ首を切るイメージは残ってるんですがその流れているものはえ慈悲とか知恵という形でえ説明されていくですので共通の母体として何かえ宗教化されない神話があったとしてそれをヒンドゥー教ではシャクティという原理で説明していくんですけど力で読んで説明するんですけど仏教ではプラジュニアという形でえ知恵という形で説明していくこれがあの 神仏集合モデルとして残っているなんていう研究をもともとしていましたで、えー、今回のモウミ伝説と関係する点としてはですね実はカトマンズ全体に現象の古水神話があったんですねつまりカトマンズ盆地が全体が水で満たされていてそこに3匹の蛇の王が住んでいてで、えー、神々が目浴に訪れる場所だったとで過去七仏と言われているゴータマシッタールタ以前の 7人,7人の仏様の最初の仏様がこの湖に蓮の種子をまいてそこから数千ものレンゲが咲いてここから自生物ですねおのずから湧いて出たと言われているソワヤンブーと言われている仏様が生まれてきたと言われています。 で今、スワヤンブナートというお寺もあるんですけれどもで、えー、ある時、文、え、殊、ー、菩薩が、えー、マハーチンというのはこれ中国、チベットを含めた山の向こうの世界を指しているんですけれどもそこから、えー、戻ってきてで剣で手にした剣で山を切り分けて、えー、湖の水を流してそして人の住める盆地を作ったというのがこれが15世紀、16世紀に、えー、書かれた神話です。で実際最近ですね、えー 地質学者が研究したところによると実はカトマンズ渓谷は本当に湖であったということで,でえ一度に排出されたのではなくて段階的にえ排出されたということが言われていますえつまり12万年前3万年前1万5000年前と比較してみると徐々にこの北上していく湖が北上していって南側からえ大地が流起していってそして今の盆地の 中にある小さな小盆地がたくさん連なって大盆地に包摂されているんですけどもネパール・マンダラと言われているこの都市のモデルを作っているということが分かってきています。 でサン区もそのような小さな盆地の一つなんですけれども、えー、カトマンズ版の大きな神話の遺伝が残っているんですね違うバージョンが残っていて、えー、そこにはサン区の町が、えー、バジュラ・ヨーギニーという女神によって、えー、作られていくシーンが語られています女神は最初に、えー、バーチャシッティという、えー、僧侶を作るんですけどもその僧侶が、えー、何万年間もこの、えー、瞑想をしてそしてあの女神の像を、えー、創作するなんていう神話があります でえー、彼女の,その女神の首輪の一つから落ちて水が湧き出すここに、えー、マニクンダラティールダという湖ができて、えー、その麓に王家の種を植えて木がたあの育ったという神話があってでこれはモンジュモあのカトマンズ版だと盆地菩薩が剣を持ってるんですけど同じように、えー、女神が、えー、剣を持っているのである意味似てるんですねこういう古水,古古水伝説と盆地の関係というものは非常に 今回の,あの芸術祭と関係するのかなと思って今、えー、ご紹介したんですけれども実は山形にも山形マンダラという関係があの考え方があります、えー、この東北芸工大で深くあの関係しているあの千歳建設という会社の、ね、会,会長さんで千歳堺さんが、えー、山形宗教学あるいは東北宗教学ということを、ね、ずっと研究されてるんですけど実は山形全体が中心部に 山があってそしてその出羽三山があの庄内平野と各地の盆地をつなぐような、えー、役割を果たしているそして、えー、山形の周焉部にある、えー、8つの,あの山がですねそれぞれ修験道の修行地になっていて山形曼荼羅という景観曼荼羅を作ってるんではないかということをおっしゃってますで実際にあのこの中心部にある出羽三山の 信仰を見ていくと、えー、ガ山さんハグロさんさんという形で過去現在未来をつなぐ再生のコスモロジーがここに三冠三度の修行としてじあの実装されてるんですよねロ、えー、さんは、えーまあ、よく知られているように、えー、八チ王子という方が改ざんされたということになってますけれども、えー、八チ王子は、えー、農場大使と言われる。 あの別名を持っていますそしてこの山で「えー、農場一斉区」という般若信仰の一節をずっと唱え続けたというような伝承が残っていますけれども、えー、ここで、えー、羽黒修験の、えー、皆さんが修行するんですね、まあ、僕もあの秋の峰に一度入ったことがありますけれども出羽三山の麓であの今回のポスターになっているあの、えー、坂本大三郎君たちとも一緒に修行をやってて、えー、やっぱり。 こんななな場所は日本に他ににな他いなといいとうううふうにいつも思うわけでですねで、えー、羽黒山から月山に登っていくと、えー、ここで、えー、やはり死者のですね儀礼がいつも行われていて、えー、お盆にはお少量様「お少量様お少量様この日に乗ってござらんしょ」という言い方をして、えー、この死者の魂を戻すということをやるわけですよねこれは赤城山なんかと非常にあの似てるわけです。 赤城山の地蔵岳では地獄の釜をひっくり返すことによって先祖の魂が戻ってくるということをついこの間までやってたんですけども山が死者の魂の移う場所であるという考え方がありますその奥の院になっている湯殿山では即身仏信仰があってそこでは根太両部ですねガッサンの東不堕落が 会そして西札楽は泰造会これが交わるところが湯殿さんということになってますけどこれあの千歳栄さんのご本に、えー、載っている写真を引用させていただきましたけども、えー、こういう形で出羽三山の信仰がほんとにほかに類を見ないような聖地が山形の中心部にあるということがおそらくあのこの芸術祭の中にもおいてもですね非常に大きな 隠された意味を持っているのではないかなと思いますけれどもえ実際にこの地域を歩いたり修行してみると、えー、そのコスモロジーを実感することができますそして乳母、えー、様信仰というのがあって山に入っていく時に必ずこの、えー、脱エヴァ仏教的に言うと脱エヴァですけども,もっと神話学的に言うと地母神的なイメージと言ってもいいかもしれませんが山の神ですよね。<laughs> えー、山そのものもがあ 死と生を結びつけるようなそういう、えー、深い意味を持っているということが、えー、イメージ化されていることが大事なんだろうなと思います千歳坂井さんの研究だとやはり葉山という低い山から深い三山に、えー、魂が移っていくんだということが研究されているんですけれども、えー、これはやはり平地や盆地に住む人がその死んだ後魂がどこに行くのかということをあの想像させてくれるような、えー、一種の 装置と言ってももい,いかもしれませんが非常にそういう、えー、自然と人間の関係がここにはあると思います今年ですねあのいつものように秋の峰の修行できないのでどうなってるのかなと思っていたんですけども先日尾花さんと羽黒さんに行ったところ、えー、お二人でですねあの羽黒さん光沢寺の、えー、先達が、えー、峰入りをされてました、えー、こういう形で形を非常に大きく変えて、えー、今,今までのように一般の参加者は これあの参加できないんだけれどもそれでも修行としてですねこれを続けなければいけないということで、えー、やってらっしゃるこの精神が非常に、えー、今回の山形ビエンナーレと似てるなと思いましたつまり、えー、人に見てもらう人に体験してもらうってことももちろん大事なんだけどもそれができないときに何をすればいいのかそれはコアになっている部分を一番大事な部分を他かを、えー、も最も大事な部分だけを残してそれを実施するための、えー、知恵を 今やらなければどうするというそういう、えー、気迫を感じましたけれども、えー、奨励祭どうなるか分かりませんけれども通常ですと2人の松肘が冬の峰の修行を完成させてそして、えー、これは農業の儀礼にもなっていますけれども、えー、その次の年の,あの作付けなんかにも関係していくわけですよねこれちょっとあの資料を漁っていったら意外あのレアな資料なんですけど、えー、秋田が誇るですね、えー、農民 彫刻家の皆川和え衛門さんという方がもう亡くなったんですけども、方とえー、その息子さんの皆川義弘さん、あの秋田美大の先生ですけども、このお二人が作った、えー、おふどうさんですね、これあの、非常にいい彫刻だなと思うんですけど、これが面白いのは、えー、あれなんですよね、米の自由化に反対して作ってるんですよね。 えー、5日間の修行に挑戦してその間に、えー、このごま不動明を作って、えー、羽黒さんの今歴史博物館に保存されてますけれども出羽三山開山1400年を記念するとともに米の自由化に反対してこういうものを作ったと、えー、今あの原丹画廊というものを、ね、作られていて原丹政策がなくなって今吉弘さんが頑張ってそれを、えー、更新しようとしてやってますけれども <laughs> あのそういう意味では。 この宗教の世界と世俗的な政治の世界っていうのは非常に実はつながっていると、うんまあ、そのつながりの中にこそ現代芸術もあるんじゃないかなと思うことで思うんですけどそういう意味ではこのお不動産は非常に優れた現代芸術なんじゃないかなと思いますでその月山の麓で、えー、例えばあの,ー、あの何瀬正則さんとか、えーねあのーえー、坂本大三郎さんみたいな現代山伏たちも活動していて、えー、こういう これは肘者のものですけれども大江草履を作ったりあるいは山菜をみんなで取ってきて食べるようなワークショップをされているという意味では非常に出んざ山の精神性の深さとその恵みの深さということも言えるのではないかなと思っていますでこういうまあちょっとだけ山岳信仰についてお話ししていくと山が目に見えない空間であると。 これは白山のふもとにあるおじさんという隊長が修行したと言われている山ですけれどもえこういうあの人間の生活にとって最も重要なえ存在の根幹につながっていくような場所が山であるということですね。立山マンダラとか、えー この山岳曼荼というものがありますけれどもこれは十回を包還するような多次元的な飛弾のようなものを構成していてここをへめぐることで人間は人間のリアリティを超えて地獄から餓鬼から畜生からあるいはえ修羅天そしてあの仏の世界に至るまでのリアリティを体験していくわけですよねえ富士曼荼羅みたいなものもありますけど富士山岳曼荼三系曼荼みたいなのもありますけれども 実は山を登るだけじゃなくくてて潜,潜っていく山の中に入っていくという修行もあります。例えばこれは船津体内ですけれども体内くぐりの思想があって富士山の麓にたくさんの洞窟があってこれを潜っていくことによって生まれ変わりをしていくという。 修行がありますすごいですねお堂の中にも穴があるわけですそうですご本尊のところに洞窟になっていてそこに入っていくんですねこれあの行ってみてください樹形洞窟といって火山でたくさんの木がなぎ倒されてその木が溶岩に取り囲まれていくわけですよねで木はなくなっちゃうわけです腐敗してなくなってその後にぽっかりと穴が開いてこういう樹形洞窟という木の形で洞窟が残っていくわけですね。 でここからもう一回出ていくという、えー、でおぎゃーってこれ、つ木さんに撮ってもらった写真ですけど僕が出てくる写真ですけど本当にあの体,内体内に入った気分になります。で古いあの、先ほどちょっとだけありましたけど、えー、と図影を見ていくとこの鍾乳石のところをチュー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 吸ってたりするような絵が残っていて <laughs> あの本当に、ね、すごい <laughs> あの母体空間なんだなということがよくわかるんですね。えー、まあ つまり山岳信仰の背景に何があるのかというと実は盆地の減りにあたるような山に <laughs> こういう深い精神性が表現されていたということがあると思います。でその平地に住む人たちがどういうふうに山をイメージしたかというのはもちろん大事なんですけども「小盆地宇宙論」ですね米山俊直さんという人が提唱したことですけどもこれがやはり山岳信仰とセットで見ていくとより現代的に意味が 見直せるのではないかなと思います。勝本中宙論というのは皆さんあのそんなに一般的な言葉ではないんですけれども、1978年から88年頃にかけて米山さんが、えー、議論したことです。つまり彼は島のに島の物語を読んで島のに出かけることによってこれをあの理論化していくんですけれども、元々は東アフリカの研究者ですね。 で奈良出身だったということがポイントになってくるわけなんですけどもつまり一つの心のの真ん中にお城と町があってその盆地に、えー、物資や情報が入ってきて一方へ抜けていくとで実はその盆地が一本の川の流域にいくつかできているときには川によって串刺しにされているような形になる産、えー、地丘陵渓谷盆地堤によってコンパクトな宇宙が作られていくというのが盆地宇宙なんですけどもこれについて川山光一さんは、えー 異質なもので構成される世界が一つのユニット、一つのコスモスを形成しているそして山の民、山地民と平地民の接触でこれが出来上がっているというような、えー、紹介もされていますで、まあ、この機会にですね、消防中宇宙論をもう一度見直してみるとスモ、えール・ベイジングユニバースという形でそれをモデル化していくという非常に大胆な試みだったんだなと思うんです。で先ほど店さんも、ね、ご紹介あの あの説明してくださったんですけど実は「消防中中論」というのは日本人単一民族文化論に対するアンチテーゼだったんですよねこの時代に日本人は一つの民族である一つの文化であるということが経済成長していく中で非常に強く政治的に誇張されていった今もそうですけどねその中で「消防中中論」は実は縄文と弥生の世界を統合したモデルが各地方にあるということなんですよね 米山さんによれば国家形成期の日本には全国に100ほどの消防地社会があってそれに支えられた2つの大きな文明圏が九州と近畿にあったここに大和の文化が成立していったんだということをあのお話ししていったわけなんですけどもですので2つの中心があるということはえ単一中心ではなくて2つの中心が常に拮抗しながら楕円形的な文明を作っていくということなんですよねで中世にこの文明の中心がえ移っていって 関東に移っていってて鎌倉幕府とあと天皇家が中心あ,のある京都という形で二つの二中心性に移行したという非常に日本史を考える上でも面白い文化論だと思います。で近世になると濃尾平野関東平野を拠点とする信長秀吉家康が台頭して今度は近世近代に開かれていくような新しい 文化の断層が作られていくわけけなんですけど近代になっていくとこれが東京一極集中によって地方の文化的活力がむしろ衰退していくでしかし実は明治以降の日本では小盆地の終焉部から天理教黒住教大本教のような宗教が立ち上がっていくえ独立した地域宇宙論に根ざした思想表現があふれ出すというようなことも言ってますえこれは非常にあの近代文化論としても面白いんではないかなと思いますけど でえ重要なことはですねこの時期の,あの文化論として米山俊直さん文化人類学者ですけども中井久夫というですねあの、えー、文化精神医学なんかをあの非常にディープにあの理論化していった、えー、心理学者精神医療をやられてた方ですけども、えー、実は彼は。 同じように奈良盆地出身で奈良盆地のコスモロジーということをこういうふうにマッピングしてるんですね。で実はあの中山美紀が、えー、天気を作っていく上でどういう、えー、想像の病を経験したのかつまり、えー、自分が自分をですね作っていく上で、えー、ある非常に苦しい病をあの通過していくんですけどもその想像の病が景観的な秩序と、えー、一体になってたっていうことなんですよね。 えー、つまり、えー、盆地の中に生きるということはその盆地の中で、えー、文化を実現していくことと同時にその人生を実現していくということなのでその宇宙と個人の個体性がどういうふうに関係していくのかということでもあったわけなんですつまり、えー、病を発症してそこから癒,癒されていくということあるいは人を癒していくということと関係しているで中井久夫さんの言い方によると、えー、世界的にあの 精神分析が共有しているようなあの普遍病というのがあるあるいは個人にしかこの人しかないというユニークな個人病というのがあるその中間に、えー、文化依存症候群というのがあるというんですねつまり個人症候群と、えー、普遍症候群の間に文化依存症候群を置くことによってこの地域に見られる病というものが見えてくる例えば地域にの キツネツキなんていうのが典型的ですけれどもある時期に明治期にキツネツキが大量発生するみたいなことがあったとするとそれはその地域のその時期の文化の構造と深く関係しているはずだというのが米山さんのあ米山さん中久夫さんの理論だったんですけどそういうものと対話をしながら作られていったのが米山さんの理論だったということが非常に重要だと思います。 で米山さんは実はジュリアン・スチュワードの文化人類学の理論に基づいて社会文化統,治統合のレベルというものを文化に見て盆地に見ていくんですけど、えーまあ、今の時代にもう一度これを、ね、検討して、まあ、あのつまずきをそこにあえてあの指摘するとするならばですけれども彼の構想した多極分散型社会がなぜそのまま今実現されてないのかというと一つの,あの理由は文化人類学者がちゃんと消地中注論を議論してないということもあると思いますけども。 多局分散型社会彼が込めたここの可能性というものが、えー、十分に人文科学社会科学あるいは芸術も含めて我々が継承して、えー、議論を続けてこなかったことにもあるんじゃないかなと思います、えー、今読み直してみると非常に面白いんですけども、えーまあ、この時代性といいますかなかなか実現できてないところあのこの時代見えてなかったことももちろんあると思うんですねつまり小京都っていうのも非常にこの時代にいろんな地域であの。 まあ観光キャンペーンでも使われていくようなんですけどもこれはえ非常に人間中心的なんですよねうんだから今見ていくとあの人間と人間ではないものの関係性をもうちょっと見ていくと盆地宇宙論が更新できるんではないかなってことが見えますしあるいは火山とか地震とか洪水みたいなえ生物を超えた非生物の,そのレベルでも 世界が変わっていくという体験がどういうふうに梵中宇宙論の歴史の変化に結びつけられていくのかということもえ今見ていけるのではないかなと思うわけなんですそう考えると今「モガウミのコスモロジー」非常にこれ現代的だと僕は思いますで実は あの米山さんは平野宇宙論をえ十分に展開する前にこの議論を終えてしまったのではないかなと僕は思っていましてというのは平野宇宙論は信長以降の近世の日本が作られていく時のえ一極集中のえ中央集権的なえ特徴を持っているということと拡張型であるということで日本にはえ大きな平野宇宙が作られなかったというようなことを主張されるんですけど実は小平野宇宙がたくさんあるわけですよね。 えー、山形だったら庄内平野秋田だっても秋田平野みたいなのがあるわけなんですけどもそれと消防地との関係性ということをもうちょっと解像度を上げて見ていくことが今後できるんじゃないかなと思いますつまり人間以前の時代からここが湖だったという想像力それを科学的に捉え直すと実際にそこが湖だったということもあり得るし、えー、海だったということもあり得る,得るわけなんですけどそれを単なる物語の、えー 全近代的な物語として見ていくんではなくて、まあ、今の哲学的な言葉で言うとワールドメイキングの物語として見ていくつまり古水伝説毛先伝説なんかは傑作伝説なんかはその その盆地がどうやってできたのかという物語なんですけどこれは実は人間の物語を超えて大地がどうやって動いてきたのか人間以外の生き物たちがどうやってここに生まれてきたのかということを語っているそう考えてみるとさまざまな神話の遺伝を見ていくことによって最上伝説のポテンシャルがより開かれていくのではないかなということで「最上ヘテルグラフィー」という作品を構想しました。例えばオグニ盆地の 紀元伝説を見ていくとえ先ほど尾花さんも説明してくれたんですけど3つの頭を持った大蛇が住んでたでこの地域では面白いことにカニと蛇が凄まじい戦いをしてで山が崩れたり湖水が流れ出したりするんですけれどもえカニが山を割ったっていう伝説があるんですねこれがカニ割山で今亀割山というふうに名前が変えられてますけどもでえ今の えー、最上の月、ね、立て弁天とかカニの又観音なんていう形でこの、えー、盆地の伝説が実際の景観にも残ってるんですね戦いざわとか亀割山とかっていう形でも残っているで別の遺伝によると,、えー、亀,と山亀と蛇が戦ってそして蛇が勝つ。 そして亀が負けて亀が負けた場所が亀割山になるというような別のバージョンも残っていますこういうたくさんの遺伝バリエーションを見ていくことが大事かなと思うんですねで例えば夜沢の大沼の伝説だと今の御殿で負けた蛇がやってきてそしてその沼の大沼の主の亀と戦うんですよね。 あごめんなさい、えー、それで実際に勝つのは今,今度は亀になるわけなんですけども、えー、お国では亀が負けたのに桜座、えー、では亀が勝つなんていう形で、えー、関係性も変わっていくわけですで最後にちょっと湖の、ね、神話について話したいんですけど、えー、秋田の田沢湖にある辰子像ですね船越さんが作ったんですけど、えー、これ女神でね湖水伝説を辰子の伝説を非常に 美しくここにイメージ化してるんですけど別になので次のビエンナーレていうとあのごめんなさい美術史の人とか彫刻の研究者に怒られるかもしれないんですけど、えー、別のね立つ構造を作ってもいいんじゃないかなと思うんですよなのでつ子のイメージをもっと作り直すようなことを彫刻家の人たちと一緒にやっても面白いななんて話を光瀬さんたちとも今してますけれども。 え実は湖っていうのは非常にコスモロジー的にも重要な場所でですねえアメリカの,あの生物学者のフォーブスという人がミクロコスモスとしての湖ということを言ってますけれどもえその後ティーネマンという人が生命統一体としての湖なんていうことも言ってますつまりえある生物がその生活圏としての湖で何らかのえ作用を及ぼすとその逆作用として、えー その景観から生物に作用すると生物もまたそこで作用を残していくという形で生命統一体という形でかなり弁証法的にですねえ生き物と生き物でないものがえその景観を長い時間をかけて変えていくとえそしてえそのあらゆる湖は地球の機関であるなんていうことをポーデルが言ってるんですけどもえ小宇宙であり生命統一体である湖は実はえ光合成を通じて太陽ともつながっていてその河川やえあの岩石や 砂や地質とつながっていくみたいな形で一種の、まあ、今の人類学ではオープンホールネスなんて言い方をしますけども閉じた全体性ではなくて開かれて運動していくダイナミックに変動していって変わっていくような、えー、全体性がイメージできるんじゃないかなと思いますですので、えー、湖は実はあの人間の湿、えー えー、心の奥底を覗く、えー、鏡にもなってるわけなんですけれども、えー、例えばあラップランドの稲荷湖という湖がありますけれどもこれはサーミの聖地になっていてウコンキビ島という場所があってですねここに、えー、フィンランドのサーミの人たちは船で、えー、お参りに行くわけですね、えー、去年のちょうど今の時期に僕はここの,あのウコンキビに行ったんですけど本当にね自分の心があの 心の中を覗き込むような、うん、あの船に乗って島に行くということが実は何かそういうような巡礼の体験になっていくんだなということがよくわかるんですね。で、えー、ユングがですね面白いのは、えー、湖にずっとこだわってたってことだと僕は思っていてで彼は湖の麓で育つんですけど晩年塔を建ててですねボーリンゲンの塔というのを建ててここで石を自分で石くんになって、うんえー 建築もやるし絵も描くしいろんなことをやるんですね薪も自分で割ってそしてここで生活しながら、えー、理論を作っていくということを晩年やるんですけども湖畔の思想家としてユングがなぜ湖にこだわり続けたのかということも大事だと思います彼は1920年代にいくつか重要な旅をするんですけどもその,その一つが平原インディアンのホピ族の、えー、首長との対話を続けていくんですねでこの首長の名前もマウンテンレイクという英語名なんですよね、うんで まあいろんな湖にあの出かけていくんですがまあ彼は実はえ第一次大戦の前にですね非常に重要なビジョンを見るんですよ、つまり彼はえ自分がですね何か非常にこの苦しい思いをしていた時期にえ洪水で世界が溢れてしまう、その時にスイスの山がぐっと隆起していってスイスの空間を守っていく、盆地状にして守ってくれる。そのス <laughs> スイスが守られるという ビジョンを見るんですねでこれが火の海になったりもするんですけどもその後にまに彼はそれが実は第一次大戦だったんじゃないかみたいな解釈もしていくんですけども彼が1925年の講義で使っているモデルによると個々人の心理というもの人格というものはこのように 山ののようなものでそれをたどってルーツをたどっていくと家族だったり一族だったり民族だったりえより大きなヨーロッパ人というものだったり霊長類の先祖だったり動物全体の先祖だったりあるいは動物を超えてえ地球や宇宙全体のエネルギーだったりというような形でえこのような。 地質学をを形成してていいるんじゃないかととうことを言ってますですので彼はよくマンダラの絵を描くんですけどこれは水平的なモデルですよねでこれをまあイ,ンドのインドとかチベットの立体マンダラみたいに見ていくとこんなような地質学になってるんじゃないかなということだと思いますで今回のあ,のあれですよね「藻が,が海伝説」をテーマにした芸術祭の前に三瀬さんはずっと消防中中の絵を描いて 実は盆地にこだわっていたりということはあると思うんですけどこれは米山敏奈という奈良出身の人類学者が消防中中論を作ったように三瀬さんという画家がおそらく山形盆地と奈良盆地の間でえ作っていった何かのえ三瀬さんの個人史的なものでもあると同時に何かこの芸工大のえールーツにもつながっていくでしょうしおそらく我々全体につながっていくような何かがあるのではないかなと思います。そしてえー 小花さんとやっているプロジェクトにおいてもやはりこの湖とは何かそれを埋め立てていくっていうことだったり水がそこから水はけされていって川になりそして人間が住める場所が作られていくっていうようなことがテーマになっていくわけなんですけどもまあそういう意味で我々が今まだ続けているプロジェクトなんですけどもそういうものとこの,あの今年の2020年に行われている山形のビエンナーレの中でのモガウミ伝説がおそらく、えー 現代的な意味を持つとしたらこのような地域というものを再解釈してそしてバーチャルなここが湖であったもかもしれないという感覚をですね今の,このオンラインのバーチャルなリアリティーのほうにまたつなげていくということにも関係するのではないかなと思いますひとまずちょっとしゃべり続けてしまいましたけど以上でいやちょっとねむちゃくちゃ興奮してます。 触発されて,ると言ってい,いのか。いや参りましたね「モガウミ伝説」というものを押し広げてくれたっていうのは、まあ、簡単に言うとそうなんですけど僕が最初にあの「消防地宇宙」に引かれたのは、えー、と奈良っていうとなんとなく、まあ、昔は、ね、あの奈良時代の中心ではあったけれど関西にいると奈良って全然辺境なんですよ。大阪と京都があって神戸みたいな ブランディングの場所があって奈良ってて奈良場はのんびりしてるねっていうところに、まあ、しょうがなく生まれ育ってだけど僕らが生まれ育ったのは新興住宅地だったのであの決してな奈良の、えー、いわゆるこう西への場所じゃなくてさっきのマインドマップみたいなのあったじゃないですか奈良のあそこで僕の住んでた場所を生まれた場所を見るとあまり伝説のない場所って書かれてるんですよでそういう場所に生まれてで今もあえてやっぱ東北にいるってことはやっぱそういうマインドがずっとあると思ってたんですあのつまり中心にいないいなっていう あるいは自らも中心からちょっと少し避けたところに今日移したりとか生き方を定める小盆地宇宙の米山さんの話でいうとある地域の4つの分水嶺を持った山があると水が落ちてくるとで途中に自然があり人と自然の間の里山があり。 果樹園がありそして真ん中の中心に先ほどあったようにお城だったりとか市場だったり、まあ、情報とか富が集まる中心地があってその真ん中を先ほど言うと川が串刺しにしていると登、えー、ってきたり上がってきたりっていうようなものモデルがあって米山さん曰くはあの四方山に囲まれただけじゃなくて日本っていうのはほとんどあの入り江であったりとかあの海っていうのも簡単に出れる場所ではないから海っていうのも一つのせき止めであったとしたらそこも盆地だと考えたらもう全てほとんどが <laughs> 盆地というものがあるでそこを、えー、ネットワーク僕たちで今で言うと合理的に考えるとトンネルが抜けたからあそことあそこがつながるとかありますけどそうではなくて海流がちょっとびっくりするとことびっくりするとこを結びつけていたりとか山の尾根がこう走ってるからこことここに同じような芸能が残ってるとかちょっと普通じゃないネットワークなんですよね。 で僕それれを無したたときにむちゃくちゃゃく心が晴れたんですよあ一つ一つのまあ多中心があってでそれがネットワークをワーと結んでいる社会ってものすごく心地いいなと思ってこのモデルをベースに、えっと、文化運動だったりとか作品形成をしてたんですが今の話でいうと消耗中傷さらに乗り越えるとそれは逆に言うとその消耗地っていうのはさっきのあれ言うと一つの秩序である小京都であるって考えたら、まあ、そこにある意味閉じ込められるっていう感覚もなくはないっていうか。 でその上であの石川さんが言ってた多分散型の社会ってもちろん今の本当に社会の政治の問題でもあるって感じがするんですけどそういう意味で言うとその盆地と盆地の間に山があり山と山の間に海がありっていうようなところのそこにも集中する、住めるみたいな可能性あるいは中央集権的じゃない生き方とか,なんかそういう可能性をなんか今のレクチャーでなんか問われた感じがあったんですよね。うん、あ,ありがとうございます あの盆地宇宙論って多分民芸とすっごい関係してると思うんですよつまり民芸って城下町の文化だったりまああの盆地のある部分によって発展しやすいものなんですよねで継承されやすいものであったりするんですけど実は小盆地宇宙論と民芸なんてほとんど語られてないと思うし米山さんの議論自体があのまあ我々がいけないんですけど文化人類学者が何か。 地域研究みたいなマインドになってしまうとこういうアフリカの研究をしながら盆地の研究をしてた人のユニークネスみたいなものがちゃんと受け継げてなかったなって反省してるんですけど人の反省するっていうよりも本当にあのこの最上の伝説を通して発見しつつあるところなんだけども本当にやっぱり可能性なんですようんそういう意味であの多中心型モデルを今考えるとしたら中心がたくさんあるよねだけでもだめで,で。例えば小 盆地が半分になって海とセットされてるとそれが半分の盆地になってたりするわけですよね入江、うん、になってたりするわけなですけど、うん、それと同時にそれが大きくなって平野になっていったりする、うん、そうすると庄内平野と山形盆地、うん、あの小国盆地、うん、いろんな盆地がある山形が、うん、なぜこういうふうにあの最,上最上川の、ね、海運を通じてそれが串刺しにされて、うん、で非常にダイナミックな文化を今まで続けてこれたのかみたいなことは、うん、これねあの 単なる地域アートの問題じゃないじゃないですか。うん、あのルーシーリッパードという美術史家が『ルアオブザローカル』っていう本を書いてるけどうん、うん、本当にね、地域にこそ現代芸術のヒントが潜在してるんですよね。うんうん、で、そこを発見していくことが実はあのモダンというものを突破していくことでもあったと思うし、うんうん、実は日本においてもそういうことを言えると思いますね。うんうん、あとあのボンチュウチュに対してのその平和宇宙を僕はやっぱりやっぱ奈良に育ったんで、もう。 え新興住宅地とはいえ常に山の葉が見えるとかで、まあ、それを時には鬱陶しいもう囲まれているあの閉塞感というパターンもあれば守られているというような時々こう裏腹な気持ちになるんですけど、まあ、そういう意味でいうと例えば埼玉とかそう平野に行くと僕すごい怖いんですよ。寄りどここがないっていううかどこに自分をこう ここにいるってどうしたらいいかっいうものが山との距離であったりとかあの山がちゃんとせき止めてくれたりとかいうことにものすごく頼ってたんだなって怖くて怖くて考えてなかったんだけれどもそれはただ僕のルーツであってさっき言った消防中中と部屋宇宙を結ぶものとしての,あの先ほどあった山形の出羽三山であったりとかいう部分もやっぱしっかり考えていかなきゃいけないなっていうこともなんか言われた気がしましたね。うん、あの例えば ストーンサークルって、うん、ういう環状列石みたいに夏至、うん、の,の日にここから太陽が出てきてここから太陽が沈んでいくってこと見えるわけですよね移動してた人間が定住した時に発見したものすごく大きなダイナミズムだと思うんですよ<ー>でそこの中心ここだから人を埋葬していいっていうふうに決めるわけですよね景観をデザインしていくわけですよねで盆地宇宙になっていくとそれを全体的な都市計画に移していくわけですよね<ー>だから縄文と弥生が 接続,接続されるモデルができていくわけですけど奈良<ー>盆地も京都もあの盆地というものを一,一つの宇宙にしていくことができたと<ー>でもちろんここは伝説が薄いと言われるところもあるし僕もたまにウタウンのヘリで生まれてあの育ったので、うん、よくわかるんですけど、うん、ここは伝説が濃いんだけどここは薄いと言われている場所もある,、うん、あるんだけどそれが実は 薄いい場場所所を通してて他の場所に抜けていくことができたりすかね<ー>そういう意味ではそのコンパクトな宇宙というものがどうつながっていくのかということはとても大事で,<ー>で先ほどネパールの,あのことで言いたかったのは実はそのマンダラには外があって、うん、で人間中心の原理じゃない部分が実は山だったりあの海だったりそういう自然空間の中に担保されていたでそれをちゃんと気づいていて聖地という形で残していたからこそ何かが あの健康でいられるような何かがあったのかなかと思うんですよ平地って多分統治するの難しいですよねその中央集権化しないとバラバラ人はどこに出ていくし、うん、逆に言盆地っていうのはさっき言った地理的条件があるまとまりをこう与えてくれるっていう、うん、方言が一緒だったりとか山越えるの難しいからある程度そこで文化モデルが形成されるで今回あの芸光大の歴史産学科の考古学の先生が面白い発表を今回レクチャーでも配信されてるのでぜひ見てもらいたいんですけどその のがあったとで要するにこの最上伝説のは確実に農耕民族の伝説であることは間違いないつまりそこに大きな湖があったら困るわけですよねそれを抜いたと抜いた側の言説が今残ってるから私たちは当たり前だけど農耕民族の末裔であると。だけど水抜かれたら困る 困った人おそらくいたはずだと思うんですよ。水の民というか、あるいは水の富とか幸で生きてた人っていうのは流されてしまったら生活経態を変えなきゃいけないし、あるいは滅びたかもしれないですよねで。そういうことを考えるに至ると、さっき言った湖のメタファーでいうと、そこが流されて、平地化されて、田んぼで収穫されて、富をこう貯蓄できるようなモデルケースになったときに、亡くなった人の。 なくなった別の生き方っていうのかなを補修するって意味でもしかしたら僕たちは最上伝説を僕は養成したのかなってもう一回水に戻すっていう感じっていうふうに今ちょっと思ったっていうか最上伝説自体の歴史の意外となんかね浅いという部分なんかも含めてもう一回そこをなんか水に戻したいのかなあの,夜沢の,あの伝説の だけどちょっと違う話の場合だと御殿で水が抜かれたことによって大蛇が住めなくなっちゃってんでしょうがないからまあ村,木あの村木沢のほうを来て夜沢の方来てそれでまあ戦わなきゃいけないっていう場面やっぱ抜かれて困る人っていうのがそこに含まれてるんでですすよねね面白い蛇、ね、は負けて逃げていくんだけどそれがジャガミネっていうあのくねくねした道になっていくっていうね。うん 本当に少しずつ、あのーまあ、湖というかもともと湖だったという話をベースとしながら、まあ、もちろんネパールとかにも本当に同じような話があるししかも山形県内でも微妙にあの話が少しずつ違う、まあ、最上川を中心とした、まあ、いわゆるよく知られるモガービデンセスとカメ、えー、とかヘビとの戦いのいろんなバリエーションがあるというのはすごく面白い話だなと思います、ね。本当に細かくく見ていくとと例えば、えー、山寺と 東根とかでは主人公が行基であるか、えー、東根の方は行基が抜いた、えー、山寺の方だと縁人が抜いたというふうに話が違うとか、まあ、それぞれの信仰とかそれぞれの地域の、まあ、いろんな立地とかに合わせて話が変わっていると。 え細かくさらに細かく言うと東根と長所今の東根市のま中心部の東根という場所と長所という場所があって長所の方が少し低地なんですねでそこでの語られ方だとえ東根の方だと自分たちのところまでは湖じゃなくて 栄えてた場もともと湖じゃない場所でまあ水が抜けたんだって話なんですねで長瀞の場合はもうここはもともとも湖で水の底で土地がなかったところが新しく土地ができたっていう話でちょっとこう当事者性の話も変わってくるっていうねこのちょっと微妙な本当に土地の違いでそういった形も変わってくるというバリエーションも非常に面白くて今日は改めてその辺りあの認識しました。 やっぱり土地の感覚があの目覚めていくと思うんですね、青野さんの作品を見てもやっぱりあのトンネルを通してその仙台とね山形を隔ててる巨大な山に穴を開けていくといかどれだけすごい神話的なことなのかっていうあのドローイングを見ると分かるんだけども一方で彼がその修復しているその容器とかね某,某飲料の容器とかあと某浴室に入っていくときに僕らが使うゴムの長靴みたいなもの それを修復している時にシームレスに人工的なものと自然的なものがつながっていったりあと動物の骨とそのアーティストが人工的に手を加えていくものがどこが境目か分からないでこれってやっぱりすごく里山的だとあると同時に里山だからユートピアでちゃんちゃんではなくてそこにどれだけの暴力が含まれていて自然の残酷さと人間の残酷さがそこであのうごめきながらね。そしてあの それをその中でもちゃんと生存してきたっていう凄みみたいなものを感じるんですよね。なのでここに町があるってことはそれを埋め立てたとかそれを改作したってことはすごい暴力的なことなんだけどもと同時にそ,そこにこそあの僕ら文化とか簡単な言葉で説明しがちなことが実はものすごく重みを帯びて浮上してくると思うんです。地球,か地球という自然という空間を作り変えてるんだっていうことですよね。 土地の改造みたいなことですよね小原さんの今回の作品でもちょっとそういううのを連想させる部分がそうですねあの、まあ、やっぱり農家とか農業というと穏やかで自分僕なっていうイメージを抱かれますけれどそうではなくてやっぱり自然と格闘してるしそれをとどめて、まあ、毎年毎年収穫するっていうのはかなりのやっぱりファイターではなければできないなっていう思いもありますので、まあ、そういったものを まあ作品の中に反映したいというのもありましたねあの石川さんの中であの僕は奈良出身だから天理教なんていうのも天理駅あるぐらいでもう当たり前の目の前にあるんだけれどもあの時代にそのいわゆる盆地のへりっていう部分に新興宗教のものが生まれてきたっていうことでもしかして僕,僕は今へりにいたいのかなと思って常にへりを探して歩いていてそうするといわゆるその 信仰天理教とかがやったのはその奈良という盆地をもう一回読み替えるとか新しい概念を引き直すとか,なんかそういう作業与えられたものあるいは中央集権的な概念というものが当たり前となっているんだけどって考えたら東北というこの山形の場所はいわゆるヘりって考えたときに、まあ、そこにいわゆる文化概念が新しく生まれるっていうだからなんかそういうところにだからドキッとさせられるわけですよ。信仰宗教とか宗教教ととかいうものと あの現代アートというか現代美術みたいなものは少し切り離されたところであったと思ってたのにこれは実はあの東日本大震災の後もちょっと思っていることでつまり多くの方々が亡くなった時の鎮魂の問題とかそういったものを大きな宗教が引き受けられないような状況の中で結構あの現代アートとか現代美術とかそういう枠組みがまあそれを代行しているようなあの部分に僕も半分関わっているとも思うしそこがすごくん,なんか 何て言うんですかね？宗教と美術がもすアートがもうすぐ今接近してるような気がしてて。だから自分でもどこで線引けばいいのかわかんないんですよ、うん、で。そうですね。だからやっぱり僕たちあのさっきあの石倉さんが言ってドキッとしたのは、じゃあ、あの山伏修行は今2人でも行われてると何が大事なのかって。まあ問われた。僕は問われましたよね。で、さっき言った展覧会、なぜ今作られるのかってことをやややく話。 せざるを得なくなくった時に僕思ったのはちょっとこれまだ軽いですよ、多極型の分散型の社会を実現すると、例えば、でこれは別に地方がという話じゃないわけですよ、自分の住み方の可能性とか、生き方の可能性をもともとあった枠組みではないものとして可能性と開くということをもしかしたらしたいのかなと思って、でそれがここに、例えば山形にみんながいたら、それをみんなで考えていき、実践する場としてある。 でこういう山形ビエンナーレとかこういう展覧会っていうものは会期というものがたまたまそれを照射してるだけであってそれはずっと続いていくし受け継いでいくものだし僕たちはもしかしたら最上伝説っていうバトンをもらってそれをもう一回じゃあ次の人たちに渡すために今一時その物語をアップデートしてるのかなっていう気も。 したんですよね、そうするとやっぱり今回僕たちがここに展覧会を実現したってことは全然間違ってなかったしやるべきことであったとつまり観客が入れなかったとしてもこれはいつかあの開かれるものとしてなるし今僕たちのなんかこれやってる時すごく労働って感じがあったしなんかみんなでやってて皆さんともやってて。 観客が入れない展覧会僕たち今作ってるなとかでいろんなことをみんなでやってるときにこれなんかね無償の愛に近いなと思ったんですよ <laughs> 誰のためにこれ儲からないし見渡せないとお金も取らないし何も儲からないのにものすごくみんなで汗かいてるこれは何だろうっていうことをなんかようやく何週かして気づかさせたっていうか。うん 大体神事とか修行ってもう誰も見てないのに <laughs> そこでずっと黙々とやり続けますよね、<laughs> ああああそれって山伏祝言の時も本当にもう深夜、朝方寝ないでやるんですけどああでもねあの天皇陛下だってそれをやってるわけですよね、うん、あの観客がいないところでそ考えるとあの日本というのはまさにその観客のいない祭り事っというのが実は中心になったのかもしれない。 すごくあのア,ートのことアートとは何かということをねその考えさせると同時に宗教とは何か政治とは何かということを考えさせることでもあって曼荼羅というのは本当にあの中心を作りやすすいんですよねだからここが中心になってあの誰も見てなくても芸術祭が作られていくというのは非常に面白いんだけども実はここ,がねここだけではなくてオンラインで常に覗かれているとか何かこの分散していくためのいろんな。 その配慮あるじゃないですすかやっぱりこれすごく大事だなと思うんですあの青野文明さんがトークの時にぼそっとこう「僕実は湖好きなんですよ」って言ってて「ーへえ」と思ったら聞いてなかったなと思ったし改めて「湖って何だろう?」って僕も思ったんですよ。で今の,あの石川さんの話の中にその湖ってものがそのある種循環の生命体の一つのメタファーとして語られてるってすごくおおと思ったんですね。 まあ小盆地宇宙がもしくは小芋が海伝説ネットワークだとしたときにさっきの話で言うと全部が心臓ってことなんですよねよくない小京都っていうのはだけど臓器っていうのは役割があるわけじゃないですかその役割と役割がちゃんとこうデコとボコで出会うことによって一つの全体性がぐるぐる回復するんだけどみんながこう心臓を競ってたら結局その再生産になるっていう感じじゃあ自分はどの何の臓器なんだろうみたいなことを考えていくと本当の意味でのネットワークが生まれてくるなと思って。 湖を考えるっていうのもなんかすごくこう面白いものだなと思,うね思いましたねねそうなんですよ、ねうん、湖の中にで発達している学問っていうのはやっぱり微生物学だったりするわけですよね<ー>プランクトンとかあ<ー>昆虫学とかあと故障に住んでいるさまざまな生き物のホロビヨントって言われているような強制研究が進むわけですよ、うんうん、あるいは陸水学湖水学を通じて境界を考えるわけですよね陸と水の境界とか、うんうん、だからそう考えるとそこで発生するものっていうのはあの人間 ななかか普段の生活では忘れてしまうんだけども世界を成り立たせていることを湖をモデルに考えていくってことはとても大事なことだと思うしあと大事なのは湖自体には僕ら住めないですよねだからこそそれを水はけをして住めるように作り変えなきゃいけないっていう湖の中で住めたらいいんだけどそこは人間にとっては死かもしれないだから死の伝説がたくさんあるのかもしれないですけど。 逆に湖とそこから生命が生まれてくるっていうことなんですよね。そう考えると本当に湖は考えさせることが多いと思います。今話聞いてて今ここでこれ開催する意味っていうのはすごく話されてたんですけど、うん、かそれで思い出したのが、うん、えっとこの山形ビエンナーレの開催日。 あの始まっったたた日日ががちょうど僕が住んんでた集落ののお祭りの日だったんですねで今いろんな日本各地でお祭りは中止したりまあ縮小していますけれどまあその中でやっぱりこうそれでも例えば獅子頭を手渡すとかあるいはこう観客はえと入れないでまあ神事だけは行う、まあ、各まあ祭りの中でその祭りを次につなげるためのいろんな手立てを考えている中で。 やっぱり一番比較的新しい祭りの芸術祭がこういう形で継続するための何かしらのアクションを起こすっていうのは本当に意味があるなって思うし割となんかそういういそこの視点にいかないで中止するっていうのも僕は理解はできるけれどまあここのアクションっていうのはすごく大事だったなっていうのを今、ちょっと話からそれるかもしれないけどそういいったたことを思い出しましま、うん、やそうですなんか辞めるとか延期はなかったですね。なんか 感覚の中ではね。うどういう形でやるかっていうような考え方でしたね。うんうん、な,なんか今あのこういう話してるのは実は多く。なんか展覧会作る時に話する感じですよね。手前で話しているものが今あってで、2022年に向けてのなんかベースの中である。みたいな感じがすごくあってはい。だからさっき言ったように。この今のまあ。 あの語りの中から生まれてくるものが2022年に向けてまた動いていくしさっき言ったようにそれは回帰とかタイムスパンに縛られるものじゃないものが時々可視化されるっていうなんか方向で僕は行きたいなと思ってるんですねなのでまあ今後もうちょっとさらにディスカッションを深めながらいいものができたらと思います最後ちょっと聞きたいんですけどさっきなんかユニットだとかペアだとか今アーティストコレクティブってありますけど お二人は自分たちのことをどうやって称しますこういう形態。何と言っていいか分かんないから名前を並列しててクロスビー・スティル・スナッシュ・アンド・ヤングみたいなサイモン・アンド・ガー・ファンクルわかんないけどチャゲ・アンド・ハスカそういうもんじゃないですか名前がでもそのチャゲ・アスのアンドの部分というとんか別に。 あんまりこのあれですよね薬とかっていう、ごめんなさい、うそういう話ではなくて、お医者さんがディレクターやってるそういう話ではなくて、実はね、なんかね、人間ってやっぱり人で独立して生きてないじゃないですか、一人でできることってたかが知れていて、僕らなんか、本当、そうばっかり思うんですよ。かといってね、なんか自分が大きなものに関わってると、自分がちょっと。 偉くようになったように思ったりするのもすごい罠で、うんうん、ねあのベネチア、ビエンナーレとかすごい可能性なんだけど、うん、僕にとってものすごく楽しい今展覧会やっていて、はい、と同時にやっぱり僕にとってはすごくなんか山が高くなった感じなんですよね。うんうん、でやっぱり人類学にとっては今まで芸術を研究する人類学っていうものがメインだったのが、うん、芸術とともに何かを作る人類学を作っていかなきゃいけないし。うんであの やっぱり罠はたくさんあるわけですよね危険というかなので萎縮するんじゃなくてそれを挑戦して越えていくためには仲間が必要なんですよでやはり多分店さんにとっては宮本さんとか皆さんそうだと思うんですけど僕にとって小林さん本当に仲間っていうか同じ困難を乗り越えていくような問題意識を共有できる相手なんですねなのでもちろん緊張関係もあるんですけど 互関係って言ったらいいかな、うん、<laughs> あの僕にないものを、うん、あの見せてくれるビジョンを見せてくれるし、うん、あ,のあと彼が、ね、この動物の,その部分を使うじゃないですか、はい、これは僕はすごく面白いと思っていて、うん、<laughs> あの例えば一緒に作品を作っていく中でネパールの,その周辺部に、ねうん、エッジの部分に現れる。うん その女神とかをいろいろイメージ見たんですよそうするとねいろんな動物が頭になってるんですね蛇、うん、になってたりうん、うん、あのジャッカルになってたりうん、うん、でただオバナさんの作品になっていくとカニの手とかねうん、うん、カメの首がない部分とかねそういう何か部分に変わっていく、うん、これはあの 小花さんの固有性でもあるし何か面白い部分だなと思って僕としては絶対自分から出てこないビジョンだなと思って見てたんだけどななんんでですかまず最初に言っておきたいのはチャゲアスカはやっぱチャゲも大事だしアスカも大事だと思ってて何の話チャゲのコーラスはやっぱり大事なんですよ <laughs> だからちょっと話それるけれど <laughs> そう僕もその石倉さんに対してやっぱり仲間がいるっていうのはすごくあの大きくてでやっぱり今まで1人でずっとやってきたので,でずっと覆面をかぶった作品を作ってきたのがもうこの初めて生まれて初めて覆面を脱いでいであの。 形にできたっっってていいうののもやっぱり石倉さんとと出会いだと思ってますね覆面をかぶっても自分が出てくるっていうよりも何かこのカニの手が出てきたりヘビ、うん、のグニャグニャが出てきたり、うん、風が出てきたり亀が出てきたりっていうのがねうん、うん、なんかそれは尾花さんの中の何かあるんだと思うんです必然性があるんだと思うんだけどうん、うん、同時に僕も物語の中でその苦闘みたいな何か掘り下げをやっていてうん、うん、でそれをねやっぱり。 内側を覗き込む行為としてやるんじゃなくて歩きながらやるっていうことが大事なんだと思うんですだからあのフィールドワークって誰とやるかっていうことによって形が変わってくるでですねそうですねねそそれはう今回こういうリアル展覧会があるとして何がリアルか分からないけど現物があるとしてそれを配信オンラインにするときに、まあ、必ず劣化しちゃうなっていう意識がやっぱあってで難しいなと。 思ったわけで,すでまあ今本作ってたりとか、まあ、こういう配信も一つだけどその一つの中のエピソードとしてなんですけどあの実はこの空間の中にあのラインナップ出てないですけど内藤正俊先生の写真が飾られてるんですねそれは今回参加してくれた草薙優さんのお師匠さんなんですよで芸工大で草薙さんは油絵描いてたんだけれども内藤先生の写真の講座によって写真というものを目覚めて今それこそ秋田公立美大で今働いてますがで。 えっと内藤先生は今、のこの山形に足を運べないまあご高齢なのでねという状況の中でその内藤先生の娘さんからあのすばあのかなり分厚いお手紙をいただいてそこに書かれたことがその内藤はえとにかく芸術というものはあの高尚な部分にずっといるべきではないとちゃんと一般庶民の方々と触れ合うことによって力を持つんだという,ふうに考えていたから彼が20代の時にもうすでに百貨店の祭事場と。 掛け合ってもうその美術館に来るような人じゃない人たちと出会う場所で展覧会を開いてたその内藤は今回のオンライン配信っていうものを非常に喜んでいるとなぜかというと彼は現場に来れないんだけれどもこういった技術革新っていうものが一つのこういう場所を開いていく可能性になっているってことが書かれててちょっと一つなんかこう救われた気がすごくしたんですよねだからメディアっていうのは特性があるしさっきのコレクティブって言われてるものもある意味 例えば同じみんな絵が描いてるのにコレクティブって,ってもおかしいじゃないですか見た絵描けるんだからそうじゃなくてさっきの臓器ではないけど僕は膵臓の役やるよと僕は肝臓得意なんだよみたいなその異能の才能が集まることによってたまたまその時チームになるでもまたいつでも手を離す可能性があるっていうようなそれこそネットワークいろいろネットワークみたいなモデルとしてあればいいなと思うしなんとなくですけど僕2022年に僕たちの宿題として、えー、コレクティブじゃない言葉 そしてリサーチとかフィールドワークじゃない言葉を見つけませんか <laughs> いいですね言葉を当てられでもしかしたらそれはどんどんまた更新されていくかもしれないけどやっぱ明らかにちょっとずれてるって思う言葉をずっと使ってるのってすごく気持ちが <laughs> 悪いんですよそこの照準をちょっと絞っていってなんか一つ名付けられないかなそれ名付けた時に僕作品の形式もなんか出力も変わってくるような気がするんですねそれ一つのなんか同じ両輪のような気がしててそうするともうちょっとなんか 焦点絞れてていいくんじゃないかなかっっちょっとそれはぜひやりたいと思うし、うん、あとこれを見てくれてる人の中にもしかしたら東北下校大の学生さんとかねうん、うん、卒業生とかだけじゃなくて秋田の学生とか卒業生もいるかもしれないんですけど大学の関係美大の関係も地方でパイを取り合うような競争関係だけではどちらも成り立たないし技、うん、術ってもっと大きなものじゃないですか。やっぱりあのこんだけ現実で 生きづらいといとうか大変だから、はい、ね、このお医者さんがディレクションをしたりするってこともあると思うんだけどうん、うん、やっぱりあの可能性を感じてほしいんですよね、うんうん、そういう意味ではもう大学を超えて地域も超えて、うんうん、もう東北に来いよと、はい、美大進学したいんだったら東北にと来,<っ>来いよと。もが大学 <laughs> 東北では例えば秋田という平野宇宙の中に公立の大学があって山形の盆地の中には公設民営の大学があってお互い得意とするところは違うタイプも違う草薙君みたいに両方行ったり来たりしながらどんどん新しい世界を作っているアーティストがいる今回も実質的には交流になっていると思うんだけど全然大学の組織通していなかったですねつまりもっと自由でいいんですよね大学の関係もそうです教育もそうだと思うんですよ。 カリキュラムを通して単位を取るとかっていう,うん、うん、そんなことのために大学の先生だけはやったらいかってことですよね <laughs>。<laughs> <laughs> 急に出ましたね。言いましたね。というのが最ってねだからそういうなんていうかな普段盆地になってから言えないこといろいろバーチャルにあの沈んでることいろいろうん、うん、釣っていくようなね潜在的なものを浮かび上がらせていくようなあの可能性の場になると思うんですよ。<laughs> 分散型の可能性って、ね、別に住む場所の話だけじゃなくて学び方もそうだし生き方もそうだしいろんな可能性が出てくるなとも思いました。最後じゃあちょっと一言ずついいただいて 終わりにしましまょょうかねちょっと過ぎて,きてあの今回あの「最上伝説」っていうものをテーマに取り上げようと思って三木、まあ、さんと最初話し始めた頃、まあ、やっぱりいろんな分野の人が関わってやっていけるテーマだなと、まあ、地質学的なこともあるし今回のような文化人類学的なこともあるし宗教学、えー、さまざまな分野あ考古学とかもですね、まあ、そういったさまざまな分野の人が関わってやっていける テーマだな非常にフックが多いテーマだなというふうにも最初からそれは思ってやってはいたんですけれども、まあ、今回、本当に石倉先生の話を聞いてもうよりそれが <laughs> もっともっとさらにいろんなフックがあるっていうことを改めて気づかされてちょっとまだまだやんなきゃいけないこといっぱいあるなというのはさん、はいまあ、やっぱりて今までしかできなかったことっていうのはあると思うんですけれど。 まあこ,こから2年という時間があるで、まあ、2年というのはあっという間だと思うんですけれどなんかその中であのいろいろなものを作っていくというのは出品作家にとっても本当に初めての体験だと思いますのでなんていうのかな、まあ、もが海そのものもそうですけれど個人個人がどんなふうに変わっていくかというのはすごく楽しみだし、まあ、僕自身も一体どんなものに出会えるかというのはものすすごくワクワククしてますぜひ呼んでください。 はい、あの最上伝説っていう神話とか伝説みたいなものって一番意識しなきゃいけないのは実は歴史だったりするんですよね。歴史って変えられないし、うん、むしろあの歴史のリアリティっというものに敬意を払いつつ研究をしていくどの学問もそうだと思うんですけど芸術もそうで2020年に芸術祭どういうふうに行われたのかってことは歴史に化されてしまうんですよね。であのそのだかからここそ今伝説ととと神話いうことを取り上げてその 今やったことってていいうものを残していかなきゃいけない。うん、で、そういう意味では2022年っていうのが見えているってことはすごく得意なことで、うん、あの今までのフォーマットをなんかまた揺り動かして新しいシャッフルして組み立て直すようなポテンシャルを提示してくれたなと思うんです三井、うん、さんから最初にあの2022年も参加してくださいっていうふうに言ってくださったことが、ね、僕らはとても嬉しかったんですね。だだ、うんうん、だって今やってててて今今やることがあの全てじゃなくまま 続きもできるじゃんってことなんですよねうん、うん、実は今日もね高畑で洞窟見てきたしうん、うん、<laughs> あの土器も見てきたんだけどもリサーチ続くんですようん、うん、でリサーチって 理想的には生活とか生きることと近づいていけばいくほど自分の実存に近づいていくので僕はアーティストにどんどんリサーチをしてほしいしあの研究者が知的にそれを表現していくことを感性的だったりあるいは別の多感覚的にそれを表現していくことが我々が研究で漏,れてし漏らしてしまうようなことを気づかせてくれるんですね。なのでここれからもまだまだだやるるとががあるし年,年に向けて今ちょうど 改削をして五点が開かれるポイントなのかな<ー>ここから水がぶわっと出てくるそういうポイントに1点でいいんですけど、うんうん、山伏修行2人でやるみたいなここも、うん、ここ人がいないけどもここで五点で改削するみたいな 1>,、うんうん、1点1点が歴史化されていくといいいいなとと思まますす、うんうん、あ,ありがとうございます正直2022年がどんな社会なのかも全然わからないじゃないですか今もっとひどいウイルスがいるかもしれないしだけれどもやるっていうことを決めてここで宣言して終わりたいと思います。 亀尾んも、ね、あの、皆さん会いに来てください。亀尾んあえて彩色しなかったんですよね。今回。そうですね。何色にも染まるよっていうので。はい、楽しみに。まあ、まさにそうです。<laughs> お会いしたいと思います。じゃあ、あの、今日も、あの、そこまでありがとうございました。じゃあ、これで、あの、今回もがみトーク終わりたいと思います。さよなら。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。